おとぎ造紙。太宰治。前書き。あ、なった。と言って、父はペンを置いて立ち上がる。警報くらいでは立ち上がらぬのだが、降車法が鳴り出すと、仕事を辞めて、五歳の女の子に防空頭巾をかぶせ、これを抱きかかえて防空壕に入る。 すでに母は、二歳の男の子を背負って、ゴの奥にうずくまっている。近いようだね。ええ、どうも、このゴは窮屈で。そうかね。と、父は不満そうに。しかし、これくらいでちょうどいいのだよ。あまり深いと、生き埋めの危険がある。でも、もう少し広くしてもいいでしょう。うん。 まあ、そうだが、今は土が凍って固くなっているから掘るのが困難だ。そのうちに、など曖昧なことを言って母を黙らせ、ラジオの防空情報に耳を澄ます。母の苦情が一段落すると、今度は5歳の女の子が、もう5から出ましょう、と主張し始める。これをなだめる唯一の手段は、絵本だ。 桃太郎、カチカチ山、下切りすずめ、小太り、浦島さんなど、父は子供に読んで聞かせる。この父は、服装も貧しく、要望もグナルに似ているが、しかし、元来、ただ者でないのである。物語を創作するという、誠に気になる術を体得している男なのだ。 昔々のお話よ。などと、間の抜けたような妙な声で絵本を読んでやりながらも、その胸中には、またおのずから別個の物語が、雲上せられているのである。小太り昔々のお話よ。右の方に邪魔っけな。 コブを持ってるおじいさん。このおじいさんは四国の阿波、剣山のふもとに住んでいたのである。というような気がするだけのことで別に転居があるわけではない。もともとこのコブりの話は宇治周囲物語から発しているものらしいが、防空壕の中であれこれ原点を遷移することは不可能である。 この小太りの話に限らず、次に展開してみようと思う浦島さんの話でも、まず日本書紀にその事実がちゃんと記載せられているし、また万葉にも浦島を営じた長歌があり、その他、単語不読やら、本朝新宣伝などというものによってもそれらしいものが伝えられているようだし、また、つい最近においては、王外の義曲があるし、商用なども、 この物語を武曲にしたことはなかったかしら。とにかく、能楽歌舞伎、芸者の手踊りに至るまで、この浦島さんの登場はおびただしい。私には、読んだ本をすぐ人にやったり、また、売り払ったりする癖があるので、蔵書というようなものは昔から持ったことがない。それでこんな時に、おぼろげな記憶を頼って、 昔読んだはずの本を探しに歩かなければならぬ羽目に立ち至るのであるが、今はそれも難しいだろう。私は今、号の中にしゃがんでいるのである。そうして私の膝の上には一冊の絵本が広げられているだけなのである。私は今は物語の交渉を諦めて、 ただ自分一人の空想を繰り広げるにとどめなければならぬだろう。いや、かえってその方が、生き生きして面白いお話が出来上がるかもしれぬ。などと、負け惜しみに似たような自問自答をして、さて、その父なる奇妙の人物は、昔々のお話よ。と、号の片隅において絵本を読みながら、 その絵本の物語と全く別個の新しい物語を胸中に描き出す。このおじいさんはお酒をとても好きなのである。酒飲みというものはその過程において大抵孤独なものである。孤独だから酒を飲むのか、酒を飲むから家の者たちに嫌われて、 自然に孤独の形になるのか。それはおそらく、両の手のひらをポンと打ち合わせて、いずれの手のひらが鳴ったかを決定しようとするような、きざな詮索に終わるだけのことであろう。とにかく、このおじいさんは、家庭にあっては、常に浮かぬ顔をしているのである。と言っても、このおじいさんの家庭は、別に悪い家庭ではないのである。 おばあさんは健在である。もはや七十歳近いけれども、このおばあさんは腰も曲がらず目元も涼しい。昔はなかなかの美人であったそうである。若い時から無口であって、ただ真面目に家事に勤しんでいる。もう春だねえ、桜が咲いた。とおじいさんがはしゃいでも、そうですか。 と、興のないような返事をして、ちょっとどいてください。ここをお掃除しますから。という。おじいさんは浮かぬ顔になる。また、このおじいさんには息子が一人あって、もうすでに四十近くになっているが、これがまた世に珍しいくらいの貧困方制。酒も飲まず、タバコも吸わず、どころか、 笑わず怒らず喜ばず、ただ黙々と乗ら仕事。近所近辺の人々も、これを意見せざるはなく、淡商人の名が高く、妻をめとらず髭をそらず、ほとんど牧籍ではないかと疑われるくらい。結局、このおじいさんの家庭は、実に立派な家庭、と言わざるを得ない種類のものであった。けれどもおじいさんは、なんだか、 うかぬ気持ちである。そうして、家族の者たちに遠慮しながらも、どうしても、お酒を飲まざるを得ないような気持ちになるのである。しかし、うちで飲んでは、一層うかぬ気持ちになるばかりであった。おばあさんも、また、息子の泡商人も、おじいさんがお酒を飲んだって、別にそれを叱りはしない。 おじいさんがちびちび晩酌をやっているそばで黙ってご飯を食べている。時になんだねとおじいさんは少し酔ってくると話し相手が欲しくなりつまらぬことを言い出す。いよいよ春になったね。ツバメも来た。言わなくたっていいことである。 おばあさんも息子も黙っている。春将一国値千金か。と、また言わなくてもいいことをつぶやいてみる。ごちそうさまでござりました。と、あわ商人は、ご飯を済まして、お膳に向かい、うやうやしく一礼して立つ。そろそろ、私もご飯にしよう。と、おじいさんは、 悲しげに逆きを伏せる。うちでお酒を飲むと、大抵、そんな具合である。ある日朝から良い天気、山へ行きます芝刈りに。このおじいさんの楽しみは、お天気の良い日、腰に一票を下げて剣山に登り、焚木を拾い集めることである。 いい加減、滝木拾いに疲れると、頑丈に大あぐらをかき、えへんと偉そうに咳払いを一つして、良い眺めじゃのうと言い、それからおもむろに腰のひさごのお酒を飲む。実に楽しそうな顔をしている。うちにいる時とは別人の感がある。ただ変わらないのは、右の方の 大きいコブくらいのものである。このコブは、今から二十年ほど前、おじいさんが五十の坂を越した年の秋。右の方が変に暖かくなってむずかゆく、そのうちに方が少しずつ膨らみ、なでさすっているといよいよ大きくなって、おじいさんは寂しそうに笑い、こりゃあ、いい孫ができた。と言ったが、 息子の商人はすこぶる真面目に、方から子供が生まれることはござりません。と興ざめたことを言い、またおばあさんも、命に関わるものではないでしょうね。と、にこりともせず一言尋ねただけで、それ以上、その子ぶに対して、何の関心も示してくれない。かえって近所の人が同情して、どういうわけでそんな子ぶができたのでしょうね、痛みませんか さぞや邪魔っ気でしょうね。などとお見舞いの言葉を述べる。しかしおじいさんは笑ってかぶりを振る。邪魔っ気どころかおじいさんは今はこのこぶを本当に自分の可愛い孫のように思い自分の孤独を慰めてくれる唯一の相手として朝起きて顔を洗う時にも特別に丁寧にこのこぶに清水をかけて 洗い清めているのである。今日のように山で一人でお酒を飲んでご機嫌の時には、このコブは、ことにもおじいさんになくて叶わぬ格好の話し相手である。おじいさんは岩の上に大あぐらをかき、久子のお酒を飲みながら頬のコブをなで。なあに、怖いことなんかないさ。遠慮には及びませぬて。人間、 すべからく酔うべしじゃ。真面目にも程度がありますよ。あわ商人とは恐れいる。おみそれ申しましたよ。えらいんだってね。など、誰やらの悪口をこぶにささやき、そうして、えへんと、高く咳払いをするのである。にわかに暗くなりました。風がごうごう吹いてきて、 雨もザーザー降りました。春の夕立は珍しい。しかし、剣山ほどの高い山においては、このような天候の異変もしばしばあると思わなければなるまい。山は雨のために白く煙、きじ山鳥があちこちからパッパッと飛び立って矢のように早く、雨を避けようとして、 はやしの中に逃げ込む。おじいさんは慌てずニコニコして、このこぶが雨に打たれてひんやりするのも悪くないわい。と言い、なおもしばらく岩の上にあぐらをかいたまま雨の景色を眺めていたが、雨はいよいよ強くなり一向にやみそうにも見えないので、こりゃあどうもひんやりしすぎて寒くなった。と言って立ち上がり、 大きいくしゃみを一つして、それから拾い集めた芝を背負い、こそこそと林の中に入っていく。林の中は雨宿りの鳥獣で大混雑である。はい、ごめんよ。ちょっとごめんよ。とおじいさんは、猿やうさぎや山端にいちいち上機嫌で挨拶して林の奥に進み、山桜の大木の根元が、 広いうろになっているのに潜り込んで、いやあ、これはいい座敷だ。どうです、みなさんも。と、うさぎたちに呼びかけ、この座敷には、えらいおばあさんも、商人もいませんから、どうか遠慮なく、どうぞ。などと、ひどくはしゃいで、そのうちに、スースー小さいいびきをかいて、寝てしまった。酒飲みというものは、 よってつまらぬことも言うけれど、しかし大抵はこのように罪のないものである。夕立ちやむのを待つうちに、疲れが出たかおじいさん。いつかぐっすり眠ります。お山は晴れて雲もなく、明るい月夜になりました。この月は、 春の加減の月である。浅緑とでも言うのか、水のような空にその月が浮かび、林の中にも月影が松葉のようにいっぱいこぼれ落ちている。しかしおじいさんはまだすやすや眠っている。コウモリがはたはたと木のうろから飛んで出た。おじいさんはふと目を覚まし、もう夜になっているので驚き、 これはいけない。と言い、すぐ目の前に浮かぶのは、あの真面目なおばあさんの顔と、おごそかな商人の顔で。ああ、これは飛んだことになった。あの人たちはまだ私を叱ったことはないけれども。しかし、どうもこんなに遅く帰ったのでは、どうも気まずいことになりそうだ。ええ、お酒はもうないか。とひさごを振れば、そこにかすかに、 ピチャピチャという音がする。あるわいと、にわかに勢いづいて、一滴残さず飲み干してほろりと酔い。いやあ、月が出ている、春霜一国。などと、つまらぬことをつぶやきながら木のうろからはい出ると。おやなんでしょう、騒ぐ声。見れば不思議だ、夢でしょうか。 ということになるのである。見よ、林の奥の草原に、この世のものとも思えぬ不可思議の光景が展開されているのである。鬼というものはどんなものだか私は知らない。見たことがないからである。幼少の頃からその絵姿にはうんざりするくらいたくさんお目にかかってきたが、その実物に面接するの光栄には、 未だよくしていないのである。鬼にもいろいろの種類があるらしい。殺人鬼、吸血鬼、などと憎むべきものを鬼と呼ぶところから見ても、これはとにかく醜悪の性格を有する生き物らしい。と思っていると、また一方においては、分断の記載、何菓子先生の傑作、などという文句が、 新聞の新刊書案内欄に出ていたりするので、まごついてしまう。まさか、その何がし先生が、鬼のような修悪の才能を持っているという事実を暴露し、もって世人に警告を発するつもりで、その案内欄に、記載などという、怪しむべき奇妙な言葉を使用したのでもあるまい。花肌式に至っては、文学の鬼、 などというぶしつけなひどい言葉を何がし先生に捧げたりしていて、これではいくらなんでも、その何がし先生もご立腹なさるだろうと思うと、またそうでもないらしく。その何がし先生は、そんな失礼千万の醜悪なあだ名をつけられても、まんざらでないらしく。ご自身ひそかに、その機械の称号を許容しているらしい。という噂などを聞いて、うぐの私は、 いよいよ戸惑うばかりである。あの、虎の皮のふんどしをした赤面の、そうして、無細苦な鉄の棒みたいなものを持った鬼が、もろもろの芸術の神であるとは、どうしても私には考えられないのである。記載だの、文学の鬼だのという難解な言葉は、あまり使用しない方がいいのではあるまいか、と、かねてから愚案していた次第であるが、 しかしそれは私の見分の狭いゆえであって、鬼にも色々の種類があるのかもしれない。この辺で日本百科事典でもちょっと覗いてみると、私もたちまち老養婦女子の尊敬の的たる白学の詩に一変して、世の物知りというものは大抵そんなものである。司祭らしい顔をして鬼について、 ルル千万円を改賃できるのでもあろうが、あいにくと私はゴの中にしゃがんで、そうして膝の上には子供の絵本が一冊広げられてある霧なのである。私はただこの絵本の絵によって論断せざるを得ないのである。見よ、林の奥のやや広い草原に異形の者が十数人というのか十数匹。 というのか、とにかく、紛れもない虎の皮のふんどしをした、あの赤い巨大の生き物が、円陣を作って座り、月下の宴の最中である。おじいさん、はじめはぎょっとしたが、しかし、お酒飲みというものは、お酒を飲んでいないときには、育児がなくてからきしダメでも、酔っているときには、かえって周に優れて度胸のいいところなどを見せてくれるものである。 おじいさんは、今は、ほろ酔いである。かの厳粛なるおばあさんをも、また、貧困法制の商人をも、何恐れんやというような、かなりの勇者になっているのである。眼前の異様の風景に接して、腰を抜かすなどという集態を示すことはなかった。うろから出た四ついの形のままで、前方の怪しい主演の様を熟しし、 気持ちよさそうに酔っている。とつぶやき、そうしてなんだか胸の奥底から妙な喜ばしさが湧いて出てきた。お酒飲みというものはよその者たちが酔っているのを見ても一種の喜ばしさを覚えるものらしい。いわゆる利己主義者ではないのであろう。つまり、 隣家の幸せに対して乾杯をあげるというような博愛心に似たものを持っているのかもしれない。自分も酔いたいが、隣人もまた共に楽しく酔ってくれたら、その喜びは倍化するもののようである。おじいさんだって知っている。眼前のその人とも動物ともつかぬ赤い巨大の生き物が、 鬼という恐ろしい種族のものであるということは直覚している。虎の皮のふんどし一つによっても、それは間違いのないことだ。しかし、その鬼どもは今、機嫌よく酔っている。おじいさんも酔っている。これは、どうしても神話の間の起こらざるを得ないところだ。おじいさんは、四つ倍の形のままで、 なおもよく、月下の異様の主演を眺める。鬼、と言っても、この眼前の鬼どもは、殺人鬼、吸血鬼などのごとく、霊悪の性質を有している種族のものではなく、顔こそ赤く恐ろしげではあるが、ひどく陽気で無邪気な鬼のようだ、と、おじいさんは見て取った。おじいさんのこの判定は、大体において、 的中していた。つまり、この鬼どもは、剣山の忍者とでも称すべき、すこぶる温和な性格の鬼なのである。地獄の鬼などとは、まるっきり種族が違っているのである。第一、金棒などという物騒なものを持っていない。これすなわち、外心を有していない証拠と言ってよい。しかし、 忍者とは言っても、かの竹林の賢者たちのように、あり余る知識を持て余して竹林に逃げ込んだ、というようなものではなくて、この剣山の忍者の心は、甚ははだ愚である。千、という字は、山の人と書かれているから、何でも構わぬ、山の奥に住んでいる人を千人と称してよろしい、というひどく感銘の学説を聞いたことがあるけれども、 仮にその学説に従うなら、この剣山の忍者たちも、その心、いかにぐなりといえども、千の損傷を贈呈して叱るべきものかもしれない。とにかく、今月下の宴に打ち供じている、この一軍の赤く巨大の生き物は、鬼と呼ぶよりは、忍者、または、仙人と呼称する方が、妥当のような代物なのである。 その心の具なることはすでに言ったが、その主演のありさまを見るに、ただ意味もなく規制を発し、膝を叩いて大笑い。または、立ち上がってやたらに跳ね回り、または、巨大の体を丸くして、円陣の端から端までゴロゴロと転がっていき、それが踊りのつもりらしいのだから、その知能の程度は察するにあまりあり、芸のないことをびただし。 この一字をもってしても、奇載とか文学の鬼とかいう言葉は、まるで無意味なものだということを証明できるように思われる。こんな愚かな芸なしどもが、もろもろの芸術の神であるとは、どうしても私には考えられないのである。おじいさんも、この低能の踊りには呆れた。一人でクスクス笑い、 なんてまあ下手な踊りだ。ひとつ私の手踊りでも見せてあげましょうかい。とつぶやく。踊りのお好きなおじいさん。すぐに飛び出し踊ったら、コブがふらふら揺れるので、とてもおかしい、面白い。おじいさんには、ほろよいの勇気がある。なおその上、 鬼どもに対し、神話の情を抱いているのであるから、何の恐れるところもなく、円陣の真ん中に飛び込んで、おじいさんご自慢の阿波踊りを踊って、娘島田で年寄りゃカじゃ、赤いタスキに迷うも無理ゃない、嫁も傘着てゆかぬか来い来い。とかいう阿波の俗謡を、いい声で歌う。鬼ども、喜んだの何の ケタケタと奇妙な声を発し、よだれやら涙やらを流して笑い転げる。おじいさんは調子に乗って、大谷通れば石ばかり、笹山通れば笹ばかり、と、さらに一段と声を張り上げて歌い続け、いよいよ軽妙に踊り抜く。鬼ども大層喜んで、月夜には必ずやってきて、 踊り踊って見せとくれ。その約束のおしるしに大事なものを預かろう。と言い出し、鬼たち互いにひそひそ小声で相談し合い、どうもあのほっぺたのこぶはテカテカ光って並々ならぬ宝物のように見えるではないか。あれを預かっておいたらきっとまたやってくるに違いない。と、愚埋なる推量をして、 やにわにこぶをむしりとる。むちではあるが、やはり長く山奥に住んでいるおかげで、何か戦術みたいなものを覚え込んでいたのかもしれない。なんの造作もなく、きれいにこぶをむしりとった。おじいさんは驚き、いやあ、それは困ります。私の孫ですよ。といえば、鬼たち得意そうにわっと歓声を上げる。 朝です、梅雨の光る道。コブを取られたおじいさん。つまらなそうに頬をなで、お山を降りて行きました。コブは、孤独のおじいさんにとって、唯一の話し相手だったのだから、そのコブを取られて、おじいさんは少し寂しい。しかしまた、軽くなった方が朝風に撫でられるのも、 悪い気持ちのものではない。結局まあ、損も得もなく、一長一短というようなところか。久しぶりで思う存分、歌ったり踊ったりしただけが得、ということになるかな。など、のんきなことを考えながら山を降りてきたら、途中で、野良へ出かける息子の商人とばったり出会う。おはようございます。 と商人は放かぶりをとって早朝に朝の挨拶をする。いやとおじいさんはただ孫ついている。それだけで左右に分かれる。おじいさんのこぶが一夜のうちに消失しているのを見てとって、さすがの商人も内心少しく驚いたのであるが、しかし、父母の要望について、 とやかくの批評がましいことを言うのは商人の道に背くと思い、気づかぬふりして黙って別れたのである。家に帰るとおばあさんは、お帰りなさいまし、と落ち着いて言い、夕べはどうしましたとかなんとかいうことは一切問わず、お身をつけが冷たくなりまして、と低くつぶやいておじいさんの朝食の支度をする。 いやー冷たくてもいいさ。温めるには及びませんよ。とおじいさんは、やたらに遠慮して小さくかしこまり、朝食のお膳につく。おばあさんにお給仕されてご飯を食べながら、おじいさんは、夕べの不思議な出来事を知らせてやりたくてしようがない。しかし、おばあさんの厳然たる態度に圧倒されて、言葉が喉の,のあたりにひっからまって何も言えない。 うつむいてわびしくごはんをたべているこぶがしなびたようですねおばあさんはぽつんといったうんもうなにもいいたくなかったやぶれてみずがでたのでしょうとおばあさんはこともなげにいってすましている うん、また水が溜まって腫れるんでしょうね。そうだろう。結局、このおじいさんの一家において、コブのことなどは何の問題にもならなかったわけである。ところが、このおじいさんの近所に、もう一人、左の方に邪魔っけなコブを持ってるおじいさんがいたのである。 そうしてこのおじいさんこそ、その左の方のこぶを、本当に邪魔っけなものとして憎み、とかくこのこぶが私の出世の妨げ、このこぶのため、私はどんなに人からあなどられ、嘲笑せられてきたことか。と、日に幾度か鏡を覗いてため息をつき、方げを長く伸ばして、そのこぶを髭の中に埋没させて、見えなくしてしまおうと企んだが、悲しいかな。 コブの頂が白禅の四並みの間から初日の出のように鮮やかに現れ、かえって天下の帰還を呈するようになったのである。もともとこのおじいさんの人品骨柄は癒しくない。体育は堂々、鼻も大きく眼光も鋭い。言語動作は重々しく、資料分別も十分のごとくに見える。 服装だって、どうしてなかなか立派で、それに何やら学問もあるそうで、また、財産も、あのお酒飲みのおじいさんなどとは、比べ物にならぬくらいどっさりあるとかいう話で、近所の人たちも、皆このおじいさんに一目置いて、旦那、あるいは、先生、などという尊称を立てまつり、何もかも結構、立派なお方ではあったが、 どうもその左の方の邪魔っけなコブのために、旦那は日夜うつうつとして楽しまない。このおじいさんの女将さんはひどく若い。36歳である。そんなに美人でもないが、色白くぽっちゃりして、少しはすっぱなくらい、いつも陽気に笑ってはしゃいでいる。12、歳の娘が一人あって、 これはなかなかの美少女であるが、性質はいくらか生意気の傾向がある。でも、この母と娘は気があって、いつも何かと笑い騒ぎ、そのためにこの家庭は、お旦那の苦虫を噛みつぶしたような表情にもかかわらず、まず明るい印象を人に与える。お母さん、お父さんのコブはどうしてそんなに赤いのかしら タコの頭みたいね。と、生意気な娘は、無遠慮に率直な感想を述べる。母は叱りもせず、ほほほと笑い。そうね。でも、木魚をほっぺたに吊るしているようにも見えるわね。うるさいと旦那は怒り、ぎょろりと妻子を睨んですっくと立ち上がり、奥の薄暗い部屋に退却して、そっと鏡を覗き、がっかりして。 これは、ダメだ。と、つぶやく。いっそもう、小刀で切って落とそうか。死んだっていい。とまで思い詰めた時に、近所のあの酒飲みのおじいさんのコブが、この頃ふっと亡くなったという噂を小耳に挟む。ぼや。密かにお旦那は、酒飲みじいさんの総奥を訪れ、そうしてあの、月下の不思議な宴の話を、 明かしてもらった聞いて大層喜んで、よしよし私もこのこぶをぜひとも取ってもらいましょう。と、勇み立つ。幸いその夜も月が出ていた。お旦那は出陣の武士のごとく眼光経験。口をへの字型にぎゅっと引き結び、いかにしても今宵は、 あっぱれの舞を一とさし舞い、その鬼どもを感服せしめ、もし万一感服せずば、この鉄線にて皆殺しにしてやろう。たかが酒くらいの愚かな鬼ども、何ほどのことがあろうや。と、鬼に踊りを見せに行くのだか、鬼退治に行くのだか、何が何やらひどい意気込みで、鉄線右手に肩いからして、剣山の奥深く踏み入る。 このように、いわゆる傑作意識に凝り固まった人の行う芸事は、とかくまずく出来上がるものである。このおじいさんの踊りも、あまりにどうも意気込みがひどすぎて、ついに完全の失敗に終わった。おじいさんは、鬼どもの主演の演じんの真ん中に、強々粛祝と帆を運び、ふつつかながら、とえしゃくし、 鉄線はらりと開き、きっと月を見上げて、大樹のごとく、行然と動かず。しばらく経って、とんと軽く足踏みして、おもむろにうめき出すわ。これは、阿波の鳴とに一芸を送るそうにてそうろうさても、この裏は、平家の一門、果てたまいたるところなれば、 いたわしく存じ、毎夜この磯辺に入れて、お経を読みたて祭りそうろう磯山に、しばし岩根の待つほどに、しばし岩根の待つほどに、たがよ船とは白波に、かじおとばかりなるとの、うら静かなるこよいかな。 うら静かなる今宵かな。昨日過ぎ、今日とくれ、明日また書くこそあるべけれ。そろりとわずかに動いて、またもきっと月を見上げて、丹行たり。鬼ども並行順々に、立って逃げます山奥へ。待ってください 当旦那は、悲痛の声を上げて鬼の後を追い。今逃げられてはたまりません。逃げろ逃げろ、勝機かもしれねえ。いいえ、正気ではございません。当旦那も、ここは必死で追いすがり。お願いがございます。このコブを、どうか、どうか取ってくださいまし。何、コブ鬼は、うろたえているので聞き違い。 なんだそうか。あれはこないだのじいさんから預かっている大事の品だが。しかし、お前さんがそんなに欲しいならやってもいい。とにかくあの踊りは勘弁してくれ。せっかくの酔いが覚める。頼む、話してくれ。これからまた別なところへ行って飲み直さなくちゃいけね頼む、頼むから話せ。おい誰か、この変な人にこないだのコブを返してやってくれ。欲しいんだそうだ。 鬼はこないだ預かった、こぶをつけます右の方。おやおやとうとうこぶ二つ。ぶらんぶらんと重たいなあ。恥ずかしそうにおじいさん、村へ帰って行きました。実に気の毒な結果になったものだ。おとぎ話においては、 最低悪いことをした人が悪い報いを受けるという結末になるものだが、しかしこのおじいさんは別に悪事を働いたというわけではない。緊張のあまり踊りがへんてこな形になったというだけのことではないか。それかといって、このおじいさんの家庭にもこれという悪人はいなかった。また、あのお酒飲みのおじいさんも、またその家族も、 または、剣山に住む鬼どもだって、少しも悪いことはしていない。つまり、この物語には、いわゆる不正の事件は一つもなかったのに、それでも不幸な人が出てしまったのである。それゆえ、この小太り物語から日常倫理の教訓を抽出しようとすると、大変ややこしいことになってくるのである。それでは一体、 何のつもりでお前はこの物語を書いたのだと短気な読者がもし私に詰め寄って質問したなら私はそれに対してこうでも答えておくより他はなかろう。性格の悲劇というものです。人間生活の底にはいつもこの問題が流れています。浦島さん 浦島太郎という人は丹後の水の絵とかいうところに実在していたようである。丹後といえば今の京都府の北部である。あの北海岸の某丹村に今もなお太郎を祀った神社があるとかいう話を聞いたことがある。私はその辺りに行ってみたことがないけれども人の話によると。 なんだかひどく高涼たる海浜らしいそこに我が浦島太郎が住んでいたもちろん一人暮らしをしていたわけではない父も母もある弟も妹もあるまた大勢の召使いもいるつまりこの海岸で有名な旧家の長男であったわけである旧家の長男というものには昔も今も 一貫したある特徴があるようだ趣味性すなわちこれであるよく言えば風流悪く言えば道楽。しかし道楽とは言っても女狂いや酒びたりのいわゆる宝刀とは大いに趣をことにしている下品にガブガブ大酒を飲んで素性の悪い女にひっかかり 親兄弟の顔に泥を塗るというようなすさんだ宝刀もの者は次男三男に多く見かけられるようである長男にはそんな野蛮性がない先祖伝来のいわゆる公参があるものだからおのずから行進も生じてなかなか礼儀正しいものであるつまり長男の道楽は次男三男の主乱のごとく無気なものではなく ほんの片手間の遊びであるそうしてその遊びによって旧家の長男にふさわしいゆかしさを人に認めてもらい自らもその生活の品位にうっとりすることができたらそれでもうすべて満足なのである兄さんには冒険心がないからだめねと今年16のおてんばの妹が言うケチだわいやそうじゃない と18の乱暴者の弟が反対して男ぶりが良すぎるんだよこの弟は色が黒くて部男である浦島太郎は手ーたちのそんな無遠慮な批評を聞いても別に怒りもせずただ苦笑して好奇心を爆発させるのも冒険また好奇心を抑制するのもやっぱり冒険どちらも危険さ 人には宿命というものがあるんだよ。と、何のことやら訳のわからんようなことを、悟りすましたみたいな口調で言い、両腕を後ろに組み、一人家を出て、あちらこちら海岸を称揚し、仮御物、乱れ伊豆、みゆ、天の釣船、などと、例の風流めいた宿の断片を口ずさみ、人はなぜ、 お互い批評し合わなければ生きてゆけないのだろう。という素朴の疑問について応用に首を振って考え、砂浜の萩の花も、灰夜小蟹も、入り江に休む狩りも、何もこの私を批評しない。人間もすべからくかくあるべきだ。人をのおの生きる流儀を持っている。その流儀を お互い尊敬し合ってゆくことができぬものか誰にも迷惑をかけないように努めて上品な暮らしをしているのにそれでも人は何のかのといううるさいものだとかすかなため息をつくももしもし、浦島さん。とその時足元で小さい声「これが例の問題の亀である」 別段物知りぶるわけではないが亀にもいろいろの種類がある淡水に住むものと乾水に住むものとはおのずからその形状も異なっているようだ弁天様の治安などでぐったり寝そべって甲羅を干しているのはあれは石亀とでもいうのであろうか絵本には時々浦島さんがあの石亀の背に乗って小手をかざし はるか竜宮を眺めている絵があるようだがあんな亀は海へ入った途端に冠水にむせてとんするだろうしかしお祝ゅの時などの島台の例の蓬莱山いさんウウの身辺に鶴と一緒にはべって「鶴は千年亀は万年とか言われてめでたがられているのはどうやらこの石亀のようですっぽんたいまなどのいる島台は。 あまり見かけられないそれゆえ絵本の画伯もつい蓬莱も竜宮も同じような場所なんだから浦島さんの案内役もこの石亀に違いないと思い込むのも無理のないことであるしかしどうもあの爪の生えた不細工な手で水をかき海底深く潜ってゆくのは不自然のように思われる。ここはどうしても タイマイの手のような広いヒレ状の手で悠々と水をかき分けてもらわなくてはならぬところだしかしまたいや決して物知りぶるわけではないがここにもう一つ困った問題があるタイマイの産地は本邦では小笠原琉球台湾などの南の諸地方だという話を聞いているタンの北海岸すなわち 日本海のあの辺りの浜には、大米はいかんながら這い上がってきそうもない。それでは、いっそ浦島さんを、小笠原か琉球の人にしようかとも思ったが、しかし、浦島さんは昔から丹後の水の絵の人と決まっているらしく、その上丹後の北海岸には、浦島神社が現存しているようだから、いかにおとぎ話は絵空ごとと決まっているとはいえ、 日本の歴史を尊重するという理由からでもそんなあまりの軽々しいデたらめは許されないどうしてもこれは小笠原か琉球の対米に日本海までおいでになってもらわなければならぬしかしまたそれは困ると生物学者の方から抗議が出て「とか文学者というものには科学精神が欠如している」などと 軽蔑せられるのも不本意であるそこで私は考えた大いのほかに手のひらのひれ状をなしているか水産のカメはないものか赤カウミガメとかいうものがなかったか10年ほど前私も年をとったものだ沼津の海浜の宿でひと夏を送ったことがあったけれどもあのときあの浜に 甲羅の直径五尺近いウミガメが上がったと言って漁師たちが騒いで私も確かにこの目で見た「赤ウミガメ」という名前だったと記憶するあれだあれにしよう沼津の浜に上がったのならばまあぐるりと日本海の方に回って丹後の浜においでになってもらってもそんなに生物学会の大騒ぎにはなるまいだろうと思われる それでも潮流がどうのこうのとか言って騒ぐのだったらもう私は知らぬそのおいでになるわけのない場所に出現したのが不思議さただのウミガメではあるまいと言って済ますことにしよう科学精神とかいうものもあんまり当てになるものじゃないんだ定理公理も仮説じゃないかいばっちゃいけねえところで その赤ウ,ミガメは赤ウミガメという名は長ったらしくて下にもつれるから以下単にカメと呼称する首を伸ばして浦島さんを見上げ「もしもし」と呼び「無理もねえよわかるさ」と言った浦島は驚き「なんだお前こないだ助けてやったカメではないかまだこんなところに」 うろついていてたのかこれがつまり子供のなぶる亀を見て浦島さんはかわいそうにと言って買い取り海へ話してやったというあの亀なのであるうろついていいてたのかとは情けない恨むぜ若旦那私はこう見えてもあなたにご恩返しをしたくてあれから毎日毎晩この浜へ来て若旦那のおいでを待っていたのだ。 それは占領というものだ。あるいは無謀とも言えるかもしれない。また子供たちに見つかったらどうする今度は生きては帰られまい。気取って嫌がる。また捕まえられたらまた若旦那に買ってもらうつもりさ。占領で悪うござんしたね。私はどうしたって若旦那にもう一度お目にかかりたかったんだからしようがねえ このしようがねえというところがほれた弱みよ心意気を買ってくんな浦島は苦笑して「身勝手なやつだ」とつぶやく亀は聞きとがめて「なんだ若旦那自家到着していますじさっきご自分で批評が嫌いだ」なんておっしゃってたくせにご自分では私のことを占領だの無謀だの今度は身勝手だの。 そこに批評してやがるじゃないか若旦那こそ身勝手だ私には私の生きる流儀があるんですからねちっとは認めてくださいよと見事に逆襲した浦島は赤面し私のは批評ではないこれは訓戒というものだ風間と言ってもよかろう風間耳に逆らうも その子を利すというわけのものだともっともらしいことを言ってごまかした気取らなけりゃいい人なんだがと亀は小声で言いいやもう私は何も言わん私のこの甲羅の上に腰かけてください浦島は呆れお前はまあ何を言い出すのです私はそんな野蛮なことは嫌いです 亀の甲羅に腰掛けるなどはそれは筐体といってよかろう決して風流の仕草ではないどうだっていいじゃないかそんなことはこっちは先日のお礼としてこれから竜宮城へご案内しようとしているだけださあ早く私の甲羅に乗ってください何、竜宮と言って吹き出しおふざけでないお前は。 お酒ででも飲んで酔っているのだろうとんでもないことを言い出す「竜宮というのは昔から歌に読まれまた新先端として伝えられていますがあれはこの世にはないものねわかりますかあれは古来私たち風流人の美しい夢憧れといってもいいでしょう上品すぎて少しキザな口調になった今度は亀の方で吹き出して たまらに。風流の公爵は後でゆっくり伺いますからまあ私の言うことを信じてとにかく私の甲羅に乗ってくださいあなたはどうも冒険の味を知らないからいけないおやお前もやっぱりうちの妹と同じような失礼なことを言うねいかにも私は冒険というものはあまり好きでない例えばあれは曲芸のようなものだ 派手なようでもやはり下凡だ邪道と言っていいかもしれない宿命に対する定抗がない伝統についての教養がないめく蛇におじずとでもいうような形だ私ども政党の風流の死の痛く貧縮するところのものだ軽蔑していると言っていいかもしれない私は先人の穏やかな道をまっすぐに歩いて行きたい と亀はまたふき出しその先人の道こそ冒険の道じゃありませんかいや冒険なんて下手な言葉を使うから何か血なまぐさくて不衛生なブライカンみたいな感じがしてくるけれども信じる力とでも言い直したらどうでしょうあの谷の向こう側に確かに美しい花が咲いていると信じえた人だけが。 何の躊躇もなく富士ぞにすがって向こう側に渡って行きますそれを人は極芸かと思ってあるいは喝采しあるいは何の人気取りめがとひんしゅくしますしかしそれは絶対に極芸師の綱渡りとは違っているのです富士ぞにすがって谷を渡っている人はただ向こう側の花を見たいだけなのです 自分が今冒険をしているなんて、そんな卑属な見えみたいなものはもってやしないんです。何の冒険が自慢になるものですか？ばかばかしい。信じているのです。鼻のあることを信じきっているのです。そんな姿をまあ仮に冒険と呼んでいるだけです。あなたに冒険心がないというのはあなたには。 信じる能力がないということです信じることは下凡ですか信じることは邪道ですかどうもあなた方紳士は信じないことを誇りにして生きているのだから始末が悪いやそれはね頭の良さじゃないんですよもっと癒やしいものなのですよ隣職というものです 損をしたくないということばかり考えている証拠ですよご安心なさい誰もあなたに物をねだりはしませんよ人の親切をさえあなたたちは素直に受け取ることを知らないんだからな後のお返しが大変だなんてねいやどうも風流の死なんてのはケチなもんだひどいことを言う妹や弟に散々言われて浜へ出ると 今度は助けてやった亀にまで同じような湿気な批評を加えられる。どうも我と我が身に伝統の誇りを自覚していないやつは好き勝手なことを言うものだ。一種のやけと言ってよかろう。私には何でもよく分かっているのだ。私の口から言うべきことではないが、お前たちの宿命と私の宿命には大変な階級の差がある。生まれた時からもう違っているのだ。 私のせいではない。それは天から与えられたものだ。しかしお前たちにはそれがよっぽど悔しいらしい。何のかのと言って私の宿命をお前たちの宿命にまで引き下ろそうとしているが、しかし天の廃材、人事の及ばざるところさ。お前は私を竜宮へ連れて行くなどと大ボらを吹いて私と対等の付き合いをしようと企んでいるらしいが、もういい。 私には何もかもよくわかっているのだからあまり悪あがきしないでさっさと海の底のお前の住まいへ帰れ。なんだせっかく私が助けてやったのにまた子供たちに捕まったら何にもならぬ。お前たちこそ人の親切を素直に受け取る方法を知らぬ。へへへ。と亀は不敵に笑い。せっかく助けてやったは恐れいる。紳士はこれだから嫌さ。 自分が人に親切を施すのは大変の美徳でそうして内心いささか法恩などを期待しているくせに人の親切にはいやもうひどい警戒であいつと対等の付き合いになってはかなわぬなどと考えているんだからげっそりしますよそれじゃあ私だって言いますがあなたが私を助けてくれたのは私が亀でそうして いいじめている相手は子供だったからでしょ亀と子供じゃその間に入って仲裁しても後腐れがありませんからね。それに子供たちには5問のお金でも大金ですからね。しかしまあ5問とはねぎったものだ。私はもう少し出すかと思った。あなたのケチにはあきれましたよ。私の体の値段がたった たはごもかと思ったら私は情けなかったねそれにしてもあの時相手が亀と子供だったからあなたはごもでも出して仲裁したんだまあ気まぐれだねしかしあの時の相手が亀と子供でなくまあ例えば荒くれた漁師が病気のこじをいじめていたのだったらあなたはごもはおろか 一文だって出さずいやただ顔をしかめて急ぎ足で通り過ぎたに違いないんだあなたたちは人生の切実の姿を見せつけられるのをとても嫌がるからねそれこそご自身の高級な宿命に糞尿を浴びせられたような気がするらしいあなたたちの親切は遊びだき楽だカメだから助けたんだ 子供だからお金をやったんだ。荒くれた漁師と病気の小敷きの場合はまっぴらなんだ。実生活の生臭い風にお顔を撫でられるのがとてもとても嫌なんだ。お手を汚すのが嫌なのさ。なんてね、こんなのを聞いた風のことと言うんですよ、浦島さん。あなたは怒りはしませんね。だって。 私はあななたを好きなんだもの。いや怒るかなあなたのように上流の宿命を持っているお方たちは私たち下船のものに好かれることをさえ不名誉だと思っているらしいのだから始末が悪いことに私は亀なんだからな亀に好かれたんじゃ君が悪いかしかしまあ勘弁してくださいよ。 好き嫌いいは理屈じゃないんだ。あなたに助けられたから好きというわけでもないしあなたが風流人だから好きというのでもないただふっと好きなんだ好きだからあなたの悪口を言ってあなたをからかってみたくなるんだこれがつまり私たち爬虫類の愛情の表現の仕方なのさどうもね 爬虫類だからね蛇の親類なんだからね信用のないのも無理がねえよしかし私はエデンの園の蛇じゃないはばかりながら日本のカメだあなたに竜宮うきをそそのかして堕落させようなんて企んでいるんじゃねえのだ心意気を買ってくんな私はただあなたと一緒に遊びたいのだ リュウグへ行って遊びたいのだ。あの国にはうるさい批評なんかないのだみんなのんびり暮らしているよだから遊ぶにはもってこいのところなんだ私は他にもこうして上がってこれるしまた海の底へも潜って行けるから両方の暮らしを比較して眺めることができるのだがどうも陸上の生活は騒がしい。 お互い批評が多すぎるよ。陸上生活の会話の全部が人の悪口かでなければ自分の広告だ。ふ、うんざりするよ。私もちょいちょいこうしておに上がってきたおかげで陸上生活に少しかぶれてそれこそ聞いた風の批評なんかを口にするようになってどうもこれはとんでもない悪影響を受けたものだと思いながらも。 この批評壁にもやめられぬ味がありまして批評のない竜宮城の暮らしにもちょっと退屈を感じずるようになったのですどうも悪い癖を覚えたものです文明病の一種ですかね今では私は自分が海の魚だか丘の虫だかわからなくなりましたよ例えばあの鳥だか獣だかわからぬコウモリのようなものですね。 悲しき佐がになりました。まあ、海底の異端者とでも言ったようなところですかね。だんだん故郷の竜宮城にも居にくくなりましてね。しかしあそこは遊ぶにはいいところだ。それだけは保証します。信じてください。歌と舞と美食と酒の国です。あなたたち風流人にはもってこいの国です。あなたはさっき。 批評は嫌だとつくづく外いしていたではありませんか竜宮には批評はありませんよ。浦島は亀の驚くべき饒舌絶に並行しきっていたがしかしその最後の一言にふと心を惹かれた「本当になそんな国があったらな」「あれまだ疑っていやがる私は嘘をついているのじゃありません。 ななぜ私を信じないんですす怒りますよ実行しないでただ憧れてため息をついているのが風流人ですかいやらしいものだ性恩公の浦島もそんなにまでひどく罵倒されてはこのまま引き下がるわけにもいかなくなったそれじゃまあ仕方がないと苦笑しながら仰せに従ってお前の甲羅に腰掛けてみるか。 いうことすべて気にいらん。と亀は本気に膨れて「腰かけてみるか?」とは何事です。腰かけてみるのも腰かけるのも結果においては同じじゃないか。疑いながら試しに右へ曲がるのも信じて断固として右へ曲がるのもその運命は同じことです。どっちにしたってひっ返すことはできないんだ。 試みた途端にあなたの運命がちゃんと決められてしまうのだ人生には試みなんて存在しないんだやってみるのはやったのと同じだ実にあなたたちはお嬢際が悪い引っ返すことができるものだと思っているわかったよわかったよそれでは信じて乗せてもらおうよし来た 亀の甲羅に浦島が腰を下ろした。とみるみる亀の背中は広がって、畳2枚くらい敷けるくらいの大きさになり、ゆらりと動いて海に入る。右輪から一丁ほど泳いで、それから亀は、ちょっと目をつぶって。と、厳しい口調で命令し、浦島は素直に目をつぶると、夕立ちのごとき音がして、身辺ほの温かく、春風に似て、 春風よりもすこしおもたいかぜがじだをなぶる「すいしん1,000ひろ」と亀がいううらしまはふなよいににたむなぐるしさをおぼえた「はいてもいいか」とめをつぶったまま亀にたずねる「なんだヘドははくのか?と」と亀は。 以前のひょうきんな口調に返って来たね。先客だな。おや馬鹿正直にまだ目をつぶって嫌がる。これだから、私は太郎さんが好きさ。もう目をあいてもよござんすよ。目を開いて、よもの景色をご覧になったら胸の悪いのなんかすぐに治ってしまいます。目を開けば名簿をもこ薄緑色の奇妙な明るさで。 そしてどこにもかげがなくただぼうぼうたるものであるリ宮か。と浦島はねぼけているようなまのびた口調でいった何を言ってるんだまだやっと水深1,000ヒロじゃないかリ宮は海底1万ひろだへえ。浦島は、 妙な声を出した。海ってものは、広いもんだね。浜育ちのくせに、山奥の猿みたいなことを言うなよ。あなたの家の潜水よりは、少し広いさ。前後左右、どちらを見ても、ただ、洋々ぼうぼう。却下を除いても、やはり、際限なく、 薄緑色のほの明るさが続いているばかりで上を仰いでもこれまた早急にあらざる紅葉たる大道二人の話し声の他には物音一つなく春風に似て春風よりも少し粘っこいような風が浦島の地打をくすぐっているだけである浦島はやがてはるか右上方にかすかな 一握りの灰をまいたくらいのおてんをみとめてあれはなんだくもかねと亀にたずねるじょうだんいっちゃいけねえうみのなかにくもなんかながれてい,いやしねえそれじゃあなんだぼくじゅういってきをおとしたようなかんじだたんなるじんかいかねえまぬけだねえあなたはみたらわかりそうなものだあれは タイの大群じゃないか。へえ、ビビたるものだね。あれでも二三百匹はいるんだろうね。バカだな。とカメはせせら笑い。本気で言っているのか。それじゃあ二三千か。しっかりしてくれ。まずざっと五六百万。五六百万脅かしちゃいけない。亀は。 ヤ笑ってあれはタイじゃないんだ海の火事だひどい煙だあれだけの煙だとそうさね日本の国を20ほど寄せ集めたくらいの広大な場所が燃えている嘘をつけ海の中で火が燃えるもんかせんりょせんりょの中だって酸素があるんですからね火の燃えないわけはないごまかすな。 それは無知な気弁だ。冗談はさておいて、いったいあのゴミのようなものはなんだ。やっぱりタイかね。まさか火事じゃあるまい。いや火事だ。いったいあなた、他の世界の無数の河川が昼夜を分かたず海に注ぎ込んでも、それでも海の水が増しもせず減りもせず、いつも同じ量をちゃんと保っていられるのは、どういうわけか。 考えてみたことがありますか海の方だって困りますよあんなにじゃんじゃん水を注ぎ込まれちゃ処置に急しますよそれでまあ時々あんな具合にして不要の水を焼き捨てるのですなああ燃える燃える大火事だ何？ちっとも煙が広がりやしない一体あれは何さ さっきから少しも動かないところを見ると魚の大群でもなさそうだ意地悪な冗談なんか言わないで教えておくれそれじゃあ教えてあげましょうあれはね月の影帽子ですまた担ぐんじゃないのかいいえ海の底には丘の影帽子は何も映りませんが天体の影帽子はやはり真上から落ちてきますから映るのです つきのかげぼうしだけでなくせいしんのかげぼうしもみなうつりますだからりゅうぐうではそのかげぼうしをたよりにこよみをつくりしきをさだめますあのつきのかげぼうしはまんまるよりすこしかけていますからきょうはまじめなくちょうでそういうのでうらしまもあるいはそうかもしれぬともおもったがしかしなんだかへんだともおもった。 でもまた見渡す限りただ薄緑色の防陽こたる大空洞の片隅にかすかな濃く一点をとどめているものがたとえそれは嘘にしても月の影防止だと言われてみるとタイの大群や火事だと思って眺めるよりは風流人の浦島にとってはるかに趣があり郷愁をそそるに足るものがあったそのうちに辺りは異様に暗くなり 豪というすさまじい音とともに烈風のごときものが押し寄せてきて浦島はもう少しで亀の背中から転げ落ちるところであったちょっとまた目をつぶってと亀は厳粛な口調で言いいここはちょうど竜宮の入り口になっているのです人間が海の底を探検しても大抵ここが海底のどん詰まりだと見極めて引き上げてゆくのですここを越えてゆくのは 人間ではあなたが最初でまた最後かもしれませんくるりと亀はひっくり返ったように浦島には思われたひっくり返ったままつまり腹を上にしたまま泳いでそうして浦島は亀の甲羅にくっついて宙返りを半分仕掛けたような形でけれどもこぼれ落ちることもなく逆さにすっと亀と共に 上の方へ進行するようなまことに妙な錯覚を感じたのである。目を開いてごらんと亀に言われた時にはしかしもうそんな逆さの感じはなく当たり前に亀の甲羅の上に座ってそうして亀は下へ下へと泳いでいるあたりはあけぼののごとき白明で却下にぼんやり白いものが見える。 どうもなんだか山のようだ塔が連立しているようにも見えるが塔にしては広大すぎるあれはなんだ山かそうです竜宮の山かそうです興奮のため声がしわがれていた亀はせっせと泳ぐ 真っ白じゃないか。雪が降っているのかしら。どうも高級な宿命を持っている人は考えることも違いますね。立派なものだ。海の底にも雪が降ると思っているんだからね。しかし、海の底にも火事があるそうだし。と浦島はさっきの仕返しをするつもりで。雪だって降るだろうさ。何せ酸素があるんだから。 雪と酸素じゃ縁が遠いや縁があってもまず風と桶屋ぐらいの関係じゃないかバカバカしいそんなことで私を抑えようったってダメさどうもお上品なお方たちはシャレが下手だ雪はよいよい帰りは怖いってのはどんなもんだいあんまりうまくもねえかそれでも酸素よりはいいだろう酸素ネットくるか そみたいだ。酸素はどうもたすからにやはり口では亀にかなわない浦島はくしょうしながらところであのやまはといいかけると亀はまたあざわらいところでとはおおきくでたじゃないかところであのやまはゆきがふっているのではないのですあれは真珠のやまです真珠 と浦島は驚き、いやう嘘だろうたとえ真珠を10万粒20万粒積み重ねたってあれくらいの高い山にはなるまい。10万粒20万粒とはケチな感情の仕方だ竜宮では真珠を1粒2粒なんてそんな細かい数え方はしませんよ一山二山とやるね一山は 約300億粒だとかいう話だが誰もそれをいちいち数えたこともないそれを約100万山くらい積み重ねるとまずざっとあれくらいの峰ができる真珠の捨て場には困っているんだ元を正せば魚のクソだからねとかくしてリュウグウの正門に着く案外に小さい真珠の山の裾に 傾向を発してちょこんと立っている浦島は亀の甲羅から降りて亀に案内をせられこごしをかがめてその正門をくぐる辺りは白明であるそうして神官としている静かだね恐ろしいくらいだ地獄じゃあるまいねしっかりしてくれ若旦那と亀は ひれでもって、浦島の背中をたたき。王宮というものは、みんなこのように静かなものだよ。丹後の浜の大量踊りみたいな馬鹿騒ぎを、年中やっているのがリュだなんて、チ腐な空想をしていたんじゃねえのか。あわれなものだ。乾燥憂水というのが、あなたたちの風流の極地だろうじゃないか。地獄とあさましい。慣れてくると、 こぐらいのがなんともいえずやわらかく心を休めてくれる足元に気をつけてくださいよ滑って転んだりしてはしゅうたいだあれあなたはまだ草履を履いているね脱ぎなさいよ失礼な浦島はせきめんして草履を脱いだはだしで歩くと足の裏が嫌にぬらぬらするなんだこの道は 気持ちが悪い。道じゃない。ここは廊下ですよ。あなたはもう竜宮城へ入っているのです。そうかね。と、驚いてあたりを見ましたが、壁も柱らも何もない。薄闇が、ただヨヨと、シンペンに動いている。竜宮には雨も降らなければ、ゆきも降りません。と、かめは、 変にか愛深げな口調で教えるだから陸上の家のようにあんな窮屈な屋根や壁を作る必要はないのですでも門には屋根があったじゃないかあれは目印です門だけではなくおとひめのお部屋にも屋根や壁はありますしかしそれもまたおとひめの尊厳を維持するために作られたもので雨露つゆを防ぐためのものではありません そんなものかねえ。と浦島はなおもけげんな顔つきでその乙姫の部屋というのはどこにあるの見渡したところメイドもかくや少弱たる遊興一目一層も見当たらんじゃないか。どうも田舎者には困るねえ。でっかい建物やごてごてした装飾には口を開けておったまげても。 こんな湧水の美には一向に感心しない。浦島さんあなたの常盆も当てにならんね。もっとも単語の荒磯の風流人じゃ無理もないがね。伝統の教養とやらも聞いて冷や汗が出るよ。正当の風流人とはよくも言った。こうして実地に臨んでみると田舎者丸出しなんだから恐れいる。 ひとまねこまねのふうりゅうごっこはまあこれからはやめるんだね亀のどくぜつはりゅうぐについたらなんだかまたいちだんとすごくなってきたうらしまはこころぼそさかぎりなく「だってなにもみえやしないんだもの」とほとんどなきごえでいっただからあしもとにきをつけなさいっていってるじゃありませんか。 魚の架け橋ですよよく気をつけてごらんなさい幾多く,くという魚がひしとかたまって廊下のゆかみたいな具合になっているのですよ浦島はぎょっとしてつま先だったどうりでさっきから足の裏がぬらぬらすると思っていた見るとなるほど大小無数の魚どもがすき間もなく背中をならべて 身動きもせずじっとしている「これはひどい」と浦島はにわかにおっかなびっくりの歩調になって「悪い趣味だこれがすなわち簡素有水の美かね」「魚の背中を踏んづけて歩くなんて野蛮極まることじゃないか第一この魚たちに気の毒だこんな奇妙な風流は」 私のような田舎者には分かりませんね。とさっき田舎者と言われた鬱憤をここに置いて晴らしてちょっと留飲が下がった。いいえとその時足元で細い声がして私たちはここに毎日集まって乙姫様の琴の音に聞きほれているのです。魚の架け橋は,は風流のために作っているのではありません。 構わずどうかお通りください。そうですか。と浦島は密かに苦笑して。私はまたこれも流宮の装飾の一つかと思って。それだけじゃあるまい。亀はすかさず口をはさんで。ひょっとしたらこの掛け橋も浦島の若旦那を歓迎のためにおと姫様が特に魚たちに命じて。あ、これ。と浦島は。 廊し赤面しまさかそれほど私はうぬぼれてはいませんでもねお前はこれを廊下の床の代わりだなんていいかげんを言うものだから私もついその魚たちが踏まれていたいかと思ってね魚の世界には床なんてものは必要がありませんこれがまあ陸上の家に例えたならば 廊下の床にでも当たるかと思って私はあんな説明をしてあげたので決していい加減を言ったんじゃない何、魚たちは痛いなんて思うもんですか海の底ではあなたの体だって紙一枚の重さくらいしかないのですよなんだかご自分の体がふわふわ浮くような気がするでしょそう言われてみると ふわふわするような感じがしないでもない。浦島は、重ね重ね、亀から無用の長老を受けているような気がして、いまいましくてならぬ。私はもう、何も信じる気がしなくなった。これだから私は、冒険というものは嫌なんだ。だまされたって、それを看破する方がないんだからね。ただもう、道案内者の言うことに従っていなければいけない。 これはこんなものだと言われたらそれっきりなんだからね実に冒険は人を欺くとの根も何もちっとも聞こえやしないじゃないかとついに八つ当たりの論法に返じたカメは落ち着いてあなたはどうも陸上の平面の生活ばかりしているから目標は東西南北のいずれかにあるとばかり思っていらっしゃる。 しかし海にはもう二げの方向があるすなわち上と下ですあなたはさっきから乙姫の居所を前方にばかり求めていらっしゃるここにあなたの重大なる誤謬が存在していたわけだなぜあなたは頭上を見ないのですまた却下を見ないのです海の世界は浮いて漂っているものですさっきの正門も またあのの真珠の山だってみんな少し浮いいいてて動るのです。あなた自身がまた上下左右に揺られているので他のものの動いているのがわからないだけなのですあなたはさっきからずいぶん前方におすすみになったように思っていらっしゃるかもしれないけれどまあ同じ位置ですねかえって後退しているかもしれない今は潮の関係で ずんずん後ろに流されています。そうしてさっきから見ると100キロくらい。みんな一緒に情報に浮きました。まとにかくこの魚の架け橋をもう少し渡ってみましょう。ほーら、魚の背中もだんだんまばらになってきたでしょ。足を踏み外さないように気をつけてくださいよ。何踏み外したって。 ストンと落下する気遣いはありませんがねなにせあなたも紙一枚の重さなんだからつまりこの橋は断橋なのですこの廊下を渡っても前方には何もないしかし却下を見よですおい魚ども少しどけ若旦那が乙姫様に会いに行くのだこいつらは こうして流宮上の本丸の天外を成しているようなものです。暗げなす漂える天外とでも言ったら、あなたたち風流人は喜びますかね。魚たちは静かに無言で左右に散る。かすかにことのねが客下に聞こえる。日本のことのねによく似ているが、しかしあれほど強くはなく。 もっと柔らかで儚く、そうして変に上々たる余韻がある。菊の露、薄衣、夕空、絹田、浮キ木ス、どれでもない。風流人の浦島にもなんだか見当のつかぬ、可憐な、頼りない、けれども陸上では聞くことのできぬ気高い寂しさが、その底に流れている。 不思議な曲ですね。あれは何という曲ですか亀もちょっと耳を澄まして聞いて、聖帝。と一言を答えた。聖帝神聖の聖の字に諦め。ああ、そう。聖帝。とつぶやいて、浦島は、 初めて海の底のリ宮の生活に自分たちの趣味と段違いの崇高なものを監督した。いかにも自分の常盆などは当てにならぬ。伝統の教養だの、正統の風流だのと自分が言うのを聞いて亀が冷や汗をかくのも無理がない。自分の風流は人真似こまねだ。田舎の山猿に違いない。 これからはお前の言うことは何でも信じるよ。せ定、なるほどな。浦島は呆然とつったったままなおもその不思議なせ定の曲に耳を傾けたさあここから飛び降りますよ。危ないことはありません。こうして両腕を広げて一歩足を踏み出すと。 ゆらゆらと気持ちよく落下します。この魚の掛け橋のつきたところからまっすぐに降りてゆくと、ちょうど龍宮の聖殿の階段の前に着くのです。さあ、何をぼんやりしているのです？飛び降りますよ。いいですか？亀はゆらゆら沈下する。浦島も気を取り直して両腕を広げ、魚の掛け橋の外に一歩足を踏み出すと、すっ。 と下に気持ちよく吸い込まれ頬がそよ風に吹かれているように涼しくやがて辺りが緑の木陰のような色合いになり琴の根もいよいよ近くに聞こえてきたと思ううちに亀と並んで聖殿の階段の前に立っていた階段とは言っても段々が一つずつ文明になっているわけではなく灰色の鈍く光る小さい玉の敷き詰められた ゆるい傾斜の坂のようなものであるこれも真珠かねと浦島は小声でたずねる亀はあわれむような目で浦島のかおをみて「玉をみればなんでも真珠だ真珠はすてられてあんなに高い山になっているじゃありませんか」まちょっとその玉を手ですくってごらんなさい浦島は

いいることがないのですそうかいくつ食べても同じことか」と風流人の浦島もついたしなみをわすれてもっとすくって食べようというきせいをしめした「わたしはどうもろうしゅうというものがきらいでね死ぬのはそんなにこわくもないけれどどうもろうしゅうだけはわたしの趣味にあわないもっとたべてみようかしら」 笑っていますよ。上をごらんなさい乙姫さまがお迎えに出ています。ああ今日はまた一段と綺麗。れい。の坂の尽きるところに青い薄布を身にまとった小柄の女性がかすかに笑いながら立っている。薄布を通して真っ白い肌が見える。浦島は慌てて目をそらし乙姫か。と。 亀にささやく浦島の顔は真っ赤である決まっているじゃありませんか何をヘドもどしているのですさあ早くご挨拶をなさい浦島はいよいよ孫つきでも何と言ったらいいんだい私のような者が名乗りを上げてみたってどうにもならんし土台どうも私たちの訪問は唐突だよ意味がないよ帰ろうよ と、上級の宿命のはずの浦島も、乙姫の前では、すっかり卑屈になって、逃げ自宅を始めた。乙姫様は、あなたのことなんか、もう、とうにご存じですよ。改善万里というじゃありませんか。観念して、ただ丁寧にお辞儀しておけばいいのです。また、たとえ乙姫様があなたのことを何もご存じなくったって。 乙姫様は警戒なんてケチくさいことは点で知らないお方ですから何も信釈には及びません遊びに来ましたよと言えばいいまさかそんな失礼なあ,あ笑っていらっしゃるとにかくお辞儀をしよう浦島は両手が自分の足のつま先に届くほどの丁寧なお辞儀をした亀はハラハラして 丁寧すぎる嫌になるね。あなたは私の恩人じゃないか。もう少し威厳のある態度を示してくださいよ。ヘタヘタと最敬礼。なんかして条磐もくそもあったものじゃない。それ、乙姫様のお招きだ行きましょう。さあ、ちゃんと胸を張って。俺は日本一の高談師でそうして最上級の風流人だというような顔をして。 威張って歩くのですよあなたはわたしたちにたいしてはひどくこうまんなおつなかまえ方をするけれどもおんなにはからきしいくじがないんですね。いやいや、こうきなおかたにはそれそうとうのれいをつくさなければ。と、きんちょうのあまりこえがしゃがれてあしがもつれよろよろとちどりあしでかいだんをのぼり、みわたすとそこはまんじょうじきとでもいっていいくらいのひろいざしきになっている。 いや座敷というよりは庭園といった方が適切かもしれない。どこから差してくるのか、木陰のような緑色の光線を受けて、もこと霞んでいるその満場敷とでも言うべき広場には、やはりあられのような小粒の玉が敷き詰められ、ところどころに黒い岩が秩序なく転がっていて、そうしてそれっきりである。 屋根はもちろん柱一本もなく、見渡す限り廃墟と言っていいくらいの荒涼たる大広場である。気をつけてみると、それでも小粒の玉の隙間からちょいちょい紫色の小さい花が顔を出しているのが見えて、それがまたかえって寂しさを添え、これが湧水の曲というのかもしれないが、しかし、よくもまあ、 こんな心細いような場所で生活ができるものだと簡単のため息に似たものがふうと出てさらにまた思いを新たにして乙姫の顔をそっと盗み見た乙姫は無言でくるりとうしろを向きそろそろと歩きだすその時初めて気がついたのであるが乙姫の背後にはメダカよりももっと小さい金色の魚が。 無数に固まってピラピラ泳いで、乙姫が歩けばその通りに従って移動し、そのさまは金色の雨が絶えず乙姫の身辺に降り注いでいるようにも見えて、さすがにこの世のものならぬ尊い気配が感じられた。乙姫は身にまとっている薄布をなびかせ、裸足で歩いているが、よく見ると、その青白い小さい足は、 下のの小粒の玉を踏んではいないな足の裏と玉との間がほんのわずか空いているあの足の裏は未だ一度も物を踏んだことがないのかもしれぬ生まれたばかりの赤ん坊の足の裏と同じように柔らかくてきれいなのに違いないと思えばこれという目立った粉色一つも施していない乙姫の体が いよいよ真の気品を有しているもののごとく、奥ゆかしく思われてきた。リ宮に来てみてよかったと、次第にこのたびの冒険に感謝したいような気持ちが起こってきて、うっとり乙姫の後について歩いていると、どうです、悪くないでしょう。と亀は、低く浦島の耳元にささやき、ひれでもって浦島の横腹をちょこちょことくすぐった。あ,あ 何？と浦島はローバイして、この花はこの紫色の花はきれいだねと別のことを言った。これですか？と亀はつまらなさそうに。これは海の王藤の花です。ちょっとすみれに似ていますね。この花びらを食べるとそれは気持ちよく酔いますよ。優裕のお酒です。 それからあの岩のようなもの、あれはもです。何万年も経っているので、こんな岩みたいに固まっていますが、でも羊羹よりも柔らかいくらいのものです。あれは陸上のどんなご馳走よりもおいしいですよ。岩によって一つずつみんな味わいが違います。リ宮ではこのもを食べて花びらでよい、喉が渇けば応答を含み、 さまのことのねに聞ききほれいきているはなふぶきのようなこざかなたちのまいをながめてくらしているのですどうですかリ宮はうたとまいとびしょくとさけのくにだとわたしはおさそいするときにあなたにもうしあげたはずですがどうですかごそうぞうとちがいましたかうらしまはこたえずしんこくなくしょうをしたわかっていますよ。 あなたのご想像は、ま、どんじゃんどんじゃんの大騒ぎで、大きなお皿に鯛の刺身やらマグロの刺身、赤い着物を着た娘っ子の手踊り、そうしてやたらに金銀三五綾錦の類が。まさかと浦島もさすがに少し不愉快そうな顔になり、私はそれほどひぞくな男ではありません。しかし私は自分を。 孤独な男だと思っていたことなどありましたがここへ来て真に孤独なお方にお目にかかり私の今までの気取った生活が恥ずかしくてならないのですあの方のことですかと亀は小声で言って武作法に乙姫の方を顎でしゃくりあの方は何も孤独じゃありませんよ平気なものです野心があるから孤独なんてことを気にやむので 他の世界のことなんか点で問題にしてなかったら、百年千年一人でいたって楽なものです。それこそ、例の批評が気にならないものにとってはね。ところで、あなたはどこへ行こうってんですかいや、なに、別に。と、浦島は、意外の問いに驚き。だって、お前、あのお方が。乙姫は。 別にあなたをどこかへ案内しようとしているわけじゃありません。あの方はもうあなたのことなんか忘れていますよ。あの方はこれからご自分のお部屋に帰るのでしょう。しっかりしてください。ここが竜宮なんです。この場所が。他にどこもご案内したいようなところもありません。まあ、ここでお好きなようにして遊んでいるのですね。これだけじゃ不足なんですか。 いじめないでくれよ私はいったいどうしたらいいんだと浦島はべそをかいて「だってあのお方がお迎えに出てくださっていたので別に私はうぬぼれたわけじゃないけどあのお方の後について行くのが礼儀だと思ったんだよ別に不足だなんて考えてやしないよそれなのに私に何か別ないやらしい下心でもあるみたいな変な言い方をするんだもの」 お前は実際意地が悪いよ。ひどいじゃないか。私は生まれてからこんなに体裁の悪い思いをしたことはないよ。本当にひどいよ。そんなに気にしちゃいけない。乙姫はおっとりしたものです。そりゃ陸上からはるばる訪ねてきた賃客ですもの。それにあなたは私の恩人ですからね。お出迎えするのは当たり前ですよ。さらにまた。 あなたは気持ちはさっぱりしているし、男っぷりはよしと来ているから。いや、これは冗談ですよ。変にまたうぬぼれられちゃあかなわない。とにかく、乙姫はご自分の家へやってきた鎮客を階段まで出迎えて、そうして安心して、あとはあなたのお気の向くままに、勝手に行く日でもここで遊んでいらっしゃるようにと、そしらぬふりして、 ああしてご自分のお部屋に引き上げて行くというわけのものじゃないんですかね実は私たちにも乙姫の考えていることはあまりよくわからないのです。何せどうにもおっとりしていますから。いや、そう言われてみると私には少し分かりそうな気がしてきたよ。お前の推察も大体において間違いはなさそうだ。つまり こんなのが真の基人の接待法なのかもしれない客を迎えて客を忘れるしかも客の身辺には美酒珍味が全く無造作に並べ置かれてある下部音曲も別段客をもてなそうという露骨な意図でもって行われるのではない乙姫は誰に聞かせようという心もなくて琴を引く魚どもは誰に見せようという手らいもなく 自由に危機として舞い遊ぶ。客の惨事を当てにしない。客もまたそれにことさらに留意して感服したような顔つきをする必要もない。寝転んで知らんぷりしていたって構わないわけです。主人はもう客のことなんか忘れているのだ。しかも自由に振る舞ってよいという許可は与えられているのだ。食いたければ食うし、 食いたくなければ食わなくていいんだ。酔って、夢うつつにことの音を聞いていたって、あえて失礼には当たらぬわけだ。ああ、客を接待するには、すべからくこのようにありたい。何のかのとろくでもない料理をうるさく進めて、くだらないお世辞を交換し、おかしくもないのにやたらにおほほと笑い、まあなんて、珍しくもない話に大行に驚いて見せたり。 一から十まで嘘ばかりの社交を行い、あっぱれ上流の客あしらいをしているつもりのケチ臭いコリコの大バカ野郎どもに、このリ宮の応用なもてなしぶりを見せてやりたい。あいつらはただ自分の品位を落としやしないか、それだけを気にしてワクワクして、そうして妙に客を警戒して、一人で空回りして。実意なんてものは爪の垢ほども持ってやしないんだ。なんだいありゃ。 いっぱいにも「飲ませてやったぞいただきましたぞ」というような証文を取り交わしていたんじゃかなわないそうその調子。と亀は大喜びでしかしあまりそんなに興奮して心臓麻痺なんか起こされても困るまこの物岩に腰をおろして応答の酒でも飲むさ応答の花びらだけでは初めての人には少し匂いが強すぎるかもしれないから 56つぶといっしょにしたのうえにのせるとしっととけててきとうにそうりょうのおさけになりますまぜあわせのしかたひとつでいろんなあじにへんかしますからまあごじぶんでくふうしておすきなようなおさけをつくっておのみなさいうらしまはいまちょっとつよいおさけをのみたかったはなびら3まいにおうとう2つぶをそえてぜったんにのせると たちまちま口の中いっぱいの微酒含んでいるだけでもうっとりする軽快に喉をくすぐりながら通過して体内にポッと明かりがともったようなうれしい気持ちになるこれはいいまさに憂いの玉ははきだ憂いと亀は早速聞きとがめ何か憂鬱なことでもあるのですかいや 別にそんなわけではないが、<laughs> と、照れ隠しに無理に笑い、それから、ほっと小さなため息をつき、ちらおと乙姫の後ろ姿を眺める。乙姫は、一人で黙って歩いている。薄緑色の光線を浴び、透き通るようなかぐわしい海藻のようにも見え、ゆらゆら用途をしながら、たった一人で歩いている。 どこへ行くんだろうと思わずつぶやくお部屋でしょう亀は決まりきっているというような顔つきで済まして答えるさっきからお前はお部屋お部屋と言っているがそのお部屋はいったいどこにあるの何もどこにも見えやしないじゃないか見渡す限り平坦の 光夜と言っていいくらいのにぶく光る大広まで御殿らしいものの影はどこにもない。ずっと向こう。おと姫の歩いて行く方角のずっと向こうに何か見えませんか？と亀に言われて浦島は眉をひそめてその方向を凝視し。ああ、そう言われてみると何かあるようだね。 ほとんど一里も先と思われるほどの遠方 U ターンの底をのぞいた時のような何やらもうろうと煙ってたゆ通っているあたりに小さな純白の水中花みたいなものが見えるあれか小さいものだね乙姫が一人お休みになるのに大きい御殿なんかいらないじゃありませんかそういえばまあそうだがと浦島は さらに応答の酒を調合してのみあのお方は何かねいつもあんなに無口なのかねええそうです言葉というものは生きていることの不安から芽生えてきたものじゃないですかね腐った土から赤い毒キノコが生えて出るように生命の不安が言葉を発行させているのじゃないのですか喜びの言葉もあるにはありますが。 それにさえなおいやらしい工夫が施されているじゃありませんか人間は喜びの中にさえ不安を感じているのでしょうかね人間の言葉はみんな工夫です気取ったものです不安のないところには何もそんないやらしい工夫など必要ないでしょう私は音姫が物を言ったのを聞いたことがない しかしまた黙っている人によくありがちの日りの要うというんですかそんな胸中うひそかに辛辣の観察を行うなんてこともおとひめは決してなさらない。何も考えてやしないんです。ただああしてかすかに笑ってことをかきならしたりまたこの広間をふらふら歩き回って応答の花びらを口に含んだりして遊んでいます。実にのんびりしたものです。 そうかねあのお方もやっぱりこの応答の酒を飲むかねまったくこれはいいからなこれさえあれば何もいらないもっといただいてもいいかしらええどうぞここへ来て遠慮なんかするのは馬鹿げていますあなたは無限に許されているのですついでに何か食べてみたらどうです 目に見える岩全て珍味ですてで脂っこいのがいいですか軽くちょっと酸っぱいようなのがいいですかどんな味のものでもありますよああ、琴の音が聞こえる寝転んで聞いてもいいんだろうね無限に許されているという思想は実のところ生まれて初めてのものであった浦島は、 風流のみだしなみもなにもわすれてあおむけにながながとねそべりああよああってねころぶのはいいきもちだついでになにかたべてみようかなきじのやきにくみたいなあじのもがあるかねありますそれとそれからくわのみのようなあじのもはあるでしょうしかしあなたもみょうにやばんなものをたべるのですね 本性暴露さ私は田舎者だよ」と言葉付きさえどこやら変わってきてこれが風流の極地だってさ目を上げてみるとはるか上方に魚の天ががのどかに浮かび漂っているのが青く霞んで見えるとたちまちその天外から一群の魚がムラムラと分かれておのおの銀鱗を光らせて満天に 雪の降り乱れるように舞い遊ぶ龍宮には夜も昼もないいつも5月の朝のごとく爽やかで木陰のような緑の光線でいっぱいで浦島はいく日をここで過ごしたか見当もつかぬその間浦島はそれこそ無限に許されていた浦島は乙姫のお部屋にも入った 乙姫は何の権をも示さなかったただかすかに笑っているそうして浦島はやがて飽きた許されることに飽きたのかもしれない陸上の貧しい生活が恋しくなったお互い他人の批評を気にして泣いたり怒ったりケチにこそこそ暮らしている陸上の人たちが たまらなくかれんで、そうしてなんだか美しいもののようにさえ思われてきた。浦島は乙姫に向かって、さようならと言った。この突然のいとま乞いもまた、無言の微笑でもって許された。つまり、なんでも許された。はじめから終わりまで許された。乙姫は、リ宮の階段まで見送りに出て、黙って、 小さい貝殻を差し出すまばゆい五彩の光を放っているきっちり合った二枚貝であるこれがいわゆるリ宮のお土産の玉手箱であった雪はよいよい帰りは怖いまた亀の背に乗って浦島はぼんやりリ宮から離れた変な優秀が浦島の胸中に湧いて出る ああ、お礼を言うのを忘れた。あんないいところは他にないのだ。ああ、いつまでもあそこにいた方がよかった。しかし、私は陸上の人間だ。どんなに安楽な暮らしをしていても、自分の家が、自分の里が、自分の頭の片隅にこびりついて離れぬ。美酒に酔って眠っても、夢は故郷の夢なんだからな。 げっそりするよ。私にはあんないいところで遊ぶ資格はなかった。ああ、どうもいかん。寂しいわい。と浦島は、やけくそに似た大きい声で叫んだ。何のわけだかわからないが、どうもいかん。おい、亀、なんとかまた景気のいい悪口でも言ってくれ。お前はさっきから、 何も一言もものを言わんじゃないか亀はさっきからただ黙々とヒレを動かしているばかり怒っているのかね私がリ宮から食い逃げ同様で帰るのをお前は怒っているのかねひがんじゃいけねえ陸上の人はこれだから嫌さ帰りたくなったら帰るさ どうでもあなたの気の向いたようにと初めから何度も言ってるじゃないか。でもなんだかお前元気がないじゃないか。そういうあなたこそ妙にしょんぼりしているぜ。私どうもお迎えはいいけれどこのお見送りってやつは苦手だ。雪は良いよいかね。しゃれどころじゃありません。どうもこのお見送りってやつは気の弾まねえものだ。 ため息ばかり出て何を言ってもしらじらしくいっそもこのへんでお別れしてしまいたいようなものだやっぱりおまえもさびしいのかね浦島はほろりとして今度はずいぶんおまえのお世話にもなったねお礼を言います亀は返事をせずなんだそんなことと言わぬばかりにちょっと甲羅をゆすって そうしてただ、せっせと泳ぐ。あのお方は、やっぱりあそこで、たった一人で遊んでいるのだろうね。浦島はいかにもやるせないようなため息をついて、私にこんなきれいな貝をくれたが、これはまさか食べるものじゃないだろうな。亀はくすくす笑いだし、ちょっと竜宮にいるうちに、 あなたもバカに食い意地が張ってきましたね。それだけは食べるものではないようです。私にもよくわかりませんが、その貝の中に何か入っているのじゃないんですかと、カメはここにおいて、かのエデンのそのの蛇のごとく、何やら人の好奇心をそそるような妙なことをふいと言った。やはりこれも、は虫類共通の宿命なのであろうか。いやいや、 そう決めてしまうのはこの善良の亀に対して気の毒だ。亀自身も以前浦島に向かって。しかし私はエデンの園のヘビではない。はばかりながら日本の亀だ。と豪語している。信じてやらなけりゃかわいそうだ。それにまたこの亀のこれまでの浦島に対する態度から判断しても、決してかのエデンの園のヘビのごとく。 邪智にして恐ろしい破滅の誘惑をささやくような性質のものではないように思われるそれどころかいわゆるつきの恋の吹き流しの愛すべき多弁化にすぎないのではないかと思われるつまり何の悪気もなかったのだ私はそのように返したいカメはさらにまた言葉を続けてでもその回は 開けてみない方がいいかもしれませんきっとその中には竜宮の正規みたいなものがこもっているのでしょうからそれを陸上で開けたら奇怪な蜃気楼が立ち上りあなたを発狂させたりなんかするかもしれないしあるいはまた海の潮が噴出して大洪水を起こすことなどもないとは限らないしとにかく海底の酸素を陸上に放散させては どうせろくなことががこらなないよよ。うな気がしますよと真面目に言う浦島は亀の親切を信じたそうかもしれないねあんな高貴なリ宮の雰囲気がもしこの貝の中に秘められてあるとしたら陸上の俗悪な空気に触れた時には戸惑いして大爆発でも起こすかもしれないまあこれはこうしていつまでも大事に 家の宝として保存しておくことにしよう。すでに会場に浮かぶ。太陽の光が眩しい、ふるさとの浜が見える。浦島は、今は一刻も早く我が家に駆け込み、父母兄弟、また大勢の使用人たちを集めて、つぶさに竜宮の模様を物語り、冒険とは信じる力だ。この世の風流なんてものはケチさい猿真似だ。 正当というのは、あれは通俗の別称さ。わかるかね真の常文というのは、制定の境地さ。ただの諦めじゃないぜ。わかるかね批評なんてうるさいものはないんだ。無限に許されているんだ。そうしてただ、微笑があるだけだ。わかるかね客を忘れているのだ。わかるまい。などと、それこそたった今聞いてきた風の新知識をめちゃくちゃに振り回して、 そうして、あの現実主義の弟のやつが、もし少しでも疑うような顔つきを見せたときには、すなわちこのリ宮の美しいお土産をあいつの鼻先に突きつけて、ギャフンと参らせてやろうと意気込み、亀に別離の挨拶するのも忘れて、右輪に飛び降り、あたふたと聖火に向かってせけば。どうしたんでしょう、元の里。どうしたんでしょう、元の家。見渡す限り荒れ野原。 人の影なく道もなく、待つ吹く風の音ばかり。という段取りになるのである。浦島はさんざん迷った末に、とうとうかのリ宮のお土産の貝殻を開けてみるということになるのであるが、これについて、あの亀が責任を負う必要はないように思われる。開けてはならぬと言われると、 なお開けてみたい誘惑を感じるという人間の弱点はこの浦島の物語に限らずギリシャ神話のパンドラの箱の物語においてもそれと同様の真理が取り扱われているようだしかしあのパンドラの箱の場合は初めから神々の復讐が基とせられていたのである開けてはならぬという一言がパンドラの好奇心を刺激して 必ずや後日パンドラがその箱を開けてみるに違いないという意地悪い予想のもとに開けるなという金星を宣告したのである。それに引き換え我々の善良な亀は全くの親切から浦島にそれを言ったのだ。あの時の亀の余念なさそうな言い方によってもそれは信じていいと思う。あの亀は正直者だ。 あの亀には責任がない、それは私も確信を持って証言できるのであるがさてもう一つここに妙な腑に落ちない問題が残っている。浦島はその竜宮のお土産を開けてみると中から白い煙が立ち上りたちまち彼は三百歳高のおじいさんになってだから開けなきゃよかったのにつまらないことになった。 沖の国などというところでおしまいになるのが、一般に伝えられている浦島さん物語であるが、私はそれについて、深い疑念にとらわれているすると、このリ宮のお土産も、あの人間のもろもろの災いの種の充満したパンドラの箱のごとく、乙姫の深刻な復讐、あるいは懲罰の意を秘めた贈り物であったのか。 あのように何も言わず、ただ微笑して無限に許しているような素振りを見せながらも、日々にひそかに春国の妖襲を増していて、浦島のわがままを一つも許さず、厳罰を課する意味であの貝殻を与えたのか。いや、それほど極端の悲観論を唱えずとも、あるいは基人というものは、しばしばむごい長老を平気でするものであるから、乙姫も、 全く無邪気のいたずらのつもりでこんな人の悪い冗談をやらかしたのかいずれにしてもあの真の常盆のはずの乙姫がこんな始末の悪いお土産を与えたとは不可解極まることであるパンドラの箱の中には疾病恐怖怨恨哀愁疑惑嫉妬憤怒憎,憎,憎悪、呪祖寮慮後悔卑屈 貪欲虚偽、怠惰、暴行などのあらゆる不吉の妖魔が入っていて、パンドラがその箱をそっと開けると同時に、ハあの大群のごとく一斉に飛び出し、この世の隅から隅まで残るくまなくはびこるに至ったということになっているが、しかし、呆然たるパンドラがうなだれて、その空っぽの箱の底を眺めたとき、その底の闇に一点の星のように輝いている。 小さな宝石を見つけたというではないかそうしてその宝石にはなんと「希望」という字がしたためられていたというこれによってパンドラの蒼白の方にもかすかに血の色が昇ったというそれ以来人間はいかなる苦痛の妖魔に襲われてもこの希望によって勇気を得困難に耐え忍ぶことができるようになったという それに比べて、このリ宮のお土産は愛嬌も何もない。ただ、煙だ。そうして、たちまち三百歳のおじいさんである。よしんば、その希望の星が貝殻の底に残っていたとしたところで、浦島さんはすでに三百歳である。三百歳のおじいさんに希望を与えたって、それは悪ふざけに似ている。 土台無理だ。それでは、ここで一つ、例の制定を与えてみたらどうか。しかし、相手は300歳である。今更そんな気取った、気ざったらしいものを与えなくたって、人間300歳にもなりゃ、いい加減諦めているよ。結局、何もかもだめである。救済の手の差し伸べようがない。どうにもこれは、 ひどいお土産をももらってきたものだしかし、ここでさじを投げたら、あるいは、日本のおとぎ話は、ギリシア神話よりも残酷である、などと外国人に言われるかもしれない。それはいかにも無念なことだ。また、あの懐かしい竜宮の名誉にかけても、なんとかして、この不可解のお土産に、たっとい意義を発見したいものである。 いかに竜宮の数日が陸上の数百年にあたるとはいえ何もその歳月をややこしいお土産などにして浦島に持たせてよこさなくてもよさそうなものだ浦島が竜宮から海の上に浮かび出た途端に白髪の三百歳に変化したというのならまだ話がわかるまた乙姫のお情けで浦島をいつまでも青年にしておくつもりだったのならば そんな危険なあけてはならぬ品物をわざわざ浦島に持たせてよこす必要はない竜宮のどこかの隅に捨てておいたっていいじゃないかそれともお前の垂れた糞尿はお前が持って帰ったらいいだろうという意味なのだろうかそれではなんだかひどく過等なつらあてみたいだまさかあの聖帝の乙姫が そんな長屋の夫婦喧嘩みたいなことをた本むとは考えられないどうもわからぬ私はそれについて長い間思案したそうしてこの頃に至ってようやく少し分かってきたような気がしてきたのであるつまり私たちは浦島の300歳が浦島にとって不幸であったという先入観によって謝られてきたのである 絵本にも、浦島は300歳になって、それから、実に悲惨な身の上になったものさ、気の毒だ、などというようなことは書かれていない。たちまちまのおじいさん。それでおしまいである。気の毒だ、バカだなどというのは、私たち俗人の勝手な盲談にすぎない。300歳になったのは、浦島にとって、 決して不幸ではなかったのだ。貝殻の底に希望の星があってそれで救われたなんてのは考えてみるとちょっと少女趣味でこしらえもの感じがなくもないような気もするが浦島は立ちのぼる煙それ自体で救われているのである貝殻の底には何も残っていなくたっていいそんなものは問題でないのだいわく 年月は人間の救いである忘却は人間の救いであるリ宮の高貴なもてなしもこの素晴らしいお土産によってまさに最高潮に達した感がある思い出は遠く隔たるほど美しいと言うではないかしかもその300年の将来をさえ浦島自身の気分に委ねた ここに至っても浦島は乙姫から無限の許可を得ていたのである。寂しくなかったら浦島は貝殻を開けてみるようなことはしないだろう。どうしようもなくこの貝殻一つに救いを求めた時には開けるかもしれない。開けたらたちまち三百年の年月と忘客である。これ以上の説明はよそう。 日本のおとぎ話にはこのような深い慈悲がある。浦島はそれから十年幸福な老人として生きたという。カチカチ山カチカチ山の物語におけるうさぎは少女。そうして あの惨めな敗北を喫する狸は、その兎の少女を恋している、武男。これはもう、疑いを入れぬ、厳然たる事実のように、私には思われる。これは、甲州、富士五湖の一つの川口湖畔。今の、船津の裏山あたりで行われた事件であるという。甲州の人情は、 荒っぽい。そのせいか、この物語も他のおとぎ話に比べて、幾分荒っぽくできている。第一、どうも物語の発端からして酷だ。ババ汁なんてのはひどい。おどけにもしゃれにもなってやしない。タヌキもつまらないいたずらをしたものである。 縁の下にばあさんの骨が散らばっていたなんて段に至るとまさに陰酸の極度であっていわゆる自動読み物としてはいかんながら発売禁止の浮き目にあわざるを得ないところであろう。原稿発行せられているカチカチ山の絵本はそれゆえタヌキがばあさんに怪我をさせて逃げたなんて具合に懸命にごまかしているようである。 それはまあ、発売禁止も避けられるし、大いによろしいことであろうが、しかし、たったそれだけのいたずらに対する懲罰としては、どうも、うさぎの仕打ちは必要すぎる。一撃のもとに倒すというような、殺走たるあだ打ちではない。生殺しにして、なぶって、なぶって、そうして最後は、泥舟でブクブクである。その手段は、 一から十まで、奇形である。これは、日本の武士道の作法ではない。しかし、タヌキが、ババジルなどという悪どい作術を行ったのならば、その変法として、それくらいの必要のいたぶりを受けるのは、いた方のないところでもあろうと、合点のいかないこともないのであるが、童心に与える影響、並びに、発売禁止の恐れを考慮して、 タヌキが、単に、ばあさんに怪我をさせて逃げた罰として、ウサギから、あのような数々の恥辱と、苦痛と、やがて武帝祭極まる歴史とを与えられるのは、いささか、不当のようにも思われる。もともとこのタヌキは、何の罪とがもなく、山でのんびり遊んでいたのを、じいさんに捕らえられ、そうして、 タヌキ汁にされるという絶望的な運命に到達し、それでも何とかして一条の結露を切り開きたく、もがき苦しみ、給与の策として婆さんを欺き、九死に一生を得たのである。ババ汁なんかを企んだのは大いに悪いが、しかし、この頃の絵本のように、逃げるついでに婆さんを引っかいて怪我させたくらいのことは、タヌキも、 その時は必死の努力で、いわば正当防衛のために無我夢中であがいて、意識せずに婆さんに怪我を与えたのかもしれないし、それはそんなに憎むべき罪でもないように思われる。私の家の5歳の娘は、器量も父に似てすこぶるまずいが、頭脳もまた不幸にも父に似て変なところがあるようだ。 私が防空壕の中で、このカチカチ山の絵本を読んでやったら、たぬきさん、かわいそうね。と、意外なことを口走った。もっとも、この娘のかわいそうは、この頃の彼女の一つ覚えで、何を見てもかわいそうを連発し、持って、 子に甘い母の称賛を得ようという下心が露骨に見えすぎているのであるから、格別驚くには当たらない。あるいはこの子は、父に連れられて近所の井の頭動物園に行った時、檻の中を絶えずちょこちょこ歩き回っている狸の一群を眺め、愛すべき動物であると思い込み、それゆえ、このカチカチ山の物語においても、理由の遺憾を問わず、 タヌキに悲喜していたのかもしれない。いずれにしても、我が家の小さい同情者の言は、あまり当てにならない。思想の根拠が薄弱である。同情の理由が、朦朧としている。土台、何も問題にする価値がない。しかし私は、その娘の無責任極まる方言を聞いて、 ある暗示を与えられた。この子は何も知らずにただ、この頃覚えた言葉をでたらめに呟いただけのことであるが、しかし、父はその言葉によって、なるほど。これでは少しうさぎの仕打ちがひどすぎる。こんな小さい子供たちなら、まあ何とか言ってごまかせるけれども、もっと大きい子供で、武士道とか、 正々堂々とかの観念をすでに教育せられている者には、このうさぎの懲罰は、いわゆる、やり方が汚い、と思われはせぬか。これは問題だ。と、愚かな父は、眉を潜めたというわけである。この頃の絵本のように、たぬきが婆さんに単なる引っかき傷を与えたくらいで、 このようにウサギに意地悪く翻弄せられ、背中は焼かれ、その焼かれた箇所には唐辛子を塗られ、あげくの果てには泥舟に乗せられて殺されるという悲惨の運命に立ち至るという筋書きでは、国民学校に通っているほどの子供ならば、すぐに不信を抱くであろうことはもちろん、ヨシンバタヌキが、フラチナ、ババジルなどを試みたとしても、なぜ正々堂々と名乗りを上げて、彼に、 幼鳥の人たちを加えなかったか。うさぎが非力であるから、などは、この場合、弁解にならない。あだうちは、すべからく、正々堂々たるべきである。神は、正義に味方する。叶わぬまでも、天中と一声叫んで、真正面から踊りかかっていくべきである。あまりにも腕前の差がひどかったならば、 その時には、餓心昇丹、倉間山にでも入って、一心に剣術の修行をすることだ。昔から、日本の偉い人たちは、大抵それをやっている。いかなる事情があろうと、奇形を用いて、しかも、殴り殺しにするなどというあだうち物語は、日本にまだないようだ。それをこのカチカチ山ばかりは、どうも、 その仇討ちの仕方がかんばしくない。土台男らしくないじゃないか。と、子供でも、また大人でも、いやしくも正義に憧れている人間ならば、誰でもこれについてはいささか不快の情を覚えるのではあるまいか。安心したまえ。私もそれについて考えた。そうして、 ぎのやり方が男らしくないのは、それは当然だということが分かった。このぎは男じゃないんだ。それは確かだ。このぎは16歳の処女だ。未だ何も色気はないが、しかし美人だ。そうして人間のうちで最も残酷なのは、得てしてこのたちの女性である。 ギリシャ神話には美しい女神がたくさん出てくるが、その中でも、ヴィーナスを除いては、アルテミスという処女神が最も魅力ある女神とせられているようだ。ご承知のように、アルテミスは月の女神で、額には青白い三日月が輝き、そうして、貧章で、キかぬきで、一口で言えば、アポロンを、 そのまま女にしたような神である。そうして、下界の恐ろしい猛獣は全部この女神の家来である。けれどもその死体は決して荒くれて頑丈な大女ではない。むしろ小柄でほっそりとして手足もキャシャで可愛く、ぞっとするほど怪しく美しい顔をしているが、しかし、 ヴィナスのような女らしさがなく、ちぶさも小さい。気に入らぬ者には、平気で残酷なことをする。自分の水浴びしているところを覗き見した男に、さっと水をぶっかけて、鹿にしてしまったことさえある。水浴びの姿をちらと見ただけでも、そんなに怒るのである。手なんか握られたら、どんなにひどい仕返しをするかわからない。 こんな女に惚れたら男は惨憺たる大地軸を受けるに決まっている。けれども男はそれも愚鈍の男ほどこんな危険な女性に惚れ込みやすいものである。そうしてその結果は大抵決まっているのである。疑う者はこの気の毒な狸を見るがよい。狸はそのような アルテミス型のウサギの少女に、かねて密かに、死母の情を寄せていたのだ。ウサギが、このアルテミス型の少女だったと規定すると、あのタヌキが、ババジルか、ひっかき傷か、いずれの罪を犯した場合でも、その懲罰が、変にいじくね悪く、そうして、男らしくないのが当然だと、ため息ともに、趣向せられなければならぬわけである。 しかも、このタヌキや、アルテミス型の少女に惚れる男のご多分に漏れず、タヌキ仲間でも封鎖上がらず、ただだんだんとして、愚鈍退職の野暮天であったというにおいては、その悲惨の成り行きは、推するに余りがある。タヌキはじいさんに捕らえられ、もう少しのところでタヌキ汁にされるところであったが、あのウサギの少女に一目また会いたくて、 大いにあがいて、やっと逃れて山へ帰り、ぶつぶつ何か言いながら、うろうろうさぎを探し歩き、やっと見つけて。喜んでくれ。俺は命拾いをしたぞ。じいさんの留守を狙って、あのばあさんを、えいとばかりにやっつけて逃げてきた。俺は運の強い男さ。と、得意満面。この度の大悪難突破の次第を、椿を飛ばし散らしながら物語る。 うさぎは、ぴょんと飛びしりぞいて椿を避け、ふんといったような顔つきで話を聞き。何も私が喜ぶわけはないじゃないの。汚いわよ、そんなに椿を飛ばして。それにあのじいさんとばあさんは、私のお友達よ。知らなかったのそうかとタヌキはがく然として。知らなかった。勘弁してくれ。そうと知っていたら、 俺はタヌキ汁にでも何にでもなってやったのに。と、しょんぼりする。今更そんなことを言ったってもう遅いわ。あのうちの庭先に私が時々遊びに行って、そうして美味しい柔らかな豆なんかごちそうになったのをあなただって知ってたじゃないの。それなのに知らなかったなんて嘘ついてひどいわ。あなたは私の敵よ。 むごい宣告をする。うさぎには、もうこの時すでに、タヌキに対して、ある種の復讐を加えてやろうという心が動いている。処女の怒りは辛辣である。ことにも、醜悪な、どどんなものに対しては、容赦がない。許してくれよ。俺は、本当に知らなかったのだ。嘘なんかつかない。 信じてくれよ。と、嫌にねばっこい口調で嘆願して、首を長く伸ばしてうなだれて見せて、そばに木の実が一つ落ちているのを見つけ、ひょいと拾って食べて、もっとないかとあたりをキョロキョロ見回しながら。本当にもう、お前にそんなに怒られると、俺はもう死にたくなるんだ。何を言ってるの食べることばかり考えてるくせに。 ウサギは、軽蔑し果てたというように、ツンと脇を向いてしまって。スケベの上に、また食い意地が汚いったらありゃしない。見逃してくれよ。俺は腹が減っているんだ。と、なおもその辺をうろうろ探し回りながら。まったく、今の俺のこの心苦しさが、お前に分かってもらえたらな。 そばへ寄ってきちゃダメだって言ったら、臭いじゃないの。もっとあっちへ離れてよ。あなたは、トカゲを食べたんだってね。私は聞いたわよ。それから、ああおかし、うんこも食べたんだってね。まさか。と、タヌキは力弱く苦笑した。それでもなぜだか、強く否定することの当たわざる様子で、さらにまた力弱く、 まさかねえ。と、口を曲げて言うだけであった。上品ぶったってダメよ。あなたのその匂いは、ただの臭みじゃないんだから。と、うさぎは、平然と、手厳しい引導を渡して、それからふいと、別の、何か素晴らしいことでも思いついたらしく、急に目を輝かせ、笑いを噛み殺しているような顔つきで、 タヌキの方に向き直り。それじゃあね、今度一んだけ許してあげる。あれ、寄ってきちゃダメだっていうのに、油断も隙もなりやしない。よだれを拭いたらどう下顎がベロベロしてるじゃないの。落ち着いてよくお聞き。今度一んだけは特別に許してあげるけれど、でも、条件があるのよ。 あのじいさんは、今頃はきっとひどく落胆して、山に芝刈りに行く気力も何もなくなっているでしょうから、私たちは、その代わりに芝刈りに行ってあげましょうよ。一緒にお前も一緒に行くのか狸の小さい濁った目は、歓喜に燃えた。おいや嫌なものか今日これから、すぐに行こうよ 喜びのあまり、声がしゃがれた。明日にしましょう。ね。明日の朝早く。今日はあなたもお疲れでしょうし、それに、お腹も空いているでしょうから。と、嫌に優しい。ありがたい。俺は明日お弁当をたくさん作って持って行って、一心不乱に働いて、十貫目の芝を買って、 そうして、じいさんの家へ届けてあげる。そうしたらお前は、俺を、きっと許してくれるだろうな。仲良くしてくれるだろうな。くどいわね。その時のあなたの成績次第でね。もしかしたら、仲良くしてあげるかもしれないわ。えへへ。と、たぬきは、急にいやらしく笑い。その口が憎いや。 苦労させるぜ、こんちきしょう。俺は、もう。と言いかけて、這、はいよってきた大きい雲を素早くペロリと食べ。俺は、もう、どんなに嬉しいか。いっそ、男泣きに泣いてみたいくらいだ。と鼻をすすり、嘘泣きをした。夏の朝は、すがすがしい。 川口湖の湖面は朝霧に覆われ白く眼下に煙っている。山頂では狸と兎が朝露を全身に浴びながらせっせと芝を飼っている。狸の働きぶりを見ると一心不乱どころかほとんど反響乱に近い浅ましいありさまである。うーむ、うーむと大げさにうなりながら めちゃくちゃに鎌を振り回して、時々、あいたたたた、などと、聞こえよがしの悲鳴を上げ、ただもう、自分が、このように苦心惨憺しているというところを、うさぎに見てもらいたげの様子で、銃を無人に荒れ狂う。ひとしきり、そのようにすさまじく暴れて、さすがにもうダメだ、というような、疲れ切った顔つきをして鎌を投げ捨て、 これ、見ろ。手にこんなに豆ができた。ああ、手がヒリヒリする、喉が渇く、お腹も空いた。とにかく、大労働だったからな。ちょっと、休息ということにしようじゃないか。お弁当でも開きましょうかね。う <laughs> うと、照れ隠しみたいに妙に笑って、大きいお弁当箱を開く。ぐいと、その、 石油缶ぐらいの大きさのお弁当箱に鼻先を突っ込んで、むしゃむしゃ、ガツガツ、ペッペッという騒々しい音を立てながら、それこそ一心不乱に食べている。ウサギは、あっけに取られたような顔をして、しばかりの手を休め、ちょっとそのお弁当箱の中を覗いて、あっと小さい叫びを上げ、両手で顔を覆った。 なんだか知れぬが、そのお弁当箱には、すごいものが入っていたようである。けれども今日のうさぎは、何か内緒の思惑でもあるのか、いつものように狸に向かって侮辱の言葉も吐かず、さっきから無言で、ただ技巧的な微笑を後編に漂わせて、せっせと芝を飼っているばかりで、お調子に乗った狸の色々な筐体をも、知らんふりして、 見逃してやっているのである。タヌキの大きいお弁当箱の中を覗いて、ぎょっとしたけれども、やはり何も言わず、肩をキュッとすくめて、またもやしばかりに取りかかる。タヌキは、うさぎに、今日はひどく寛大に扱われるので、ただもうホクホクして、とうとうやっこさんも、俺の盛んな芝刈り姿には惚れ直したかな 俺のこの男らしさには、参らぬ女もあるまいて、ああ、食った、眠くなった、どれ一眠り、などと、全く気を許して、わがままいっぱいに振る舞い、ぐうぐう大いびきをかいて、寝てしまった。眠りながらも、何のたわけた夢を見ているのか、惚れ薬ってのは、あれはダメだぜ、効かねえや、など、 わけのわからぬ寝言を言い、目を覚ましたのはお昼近く。随分眠ったのね。と兎は、やはり優しく。もう私も、芝を一束こしらえたから、これから背負って、じいさんの庭先まで持って行ってあげましょうよ。ああ、そうしよう。と、狸は、 大あくびしながら腕をポリポリかいて。やけにお腹が空いた。こうお腹が空くともうとても眠っていられるものじゃない。俺は敏感なんだ。と、もっともらしい顔でいい。どれ、それでは俺も買った芝をお急ぎで集めて下山としようか。お弁当ももう空になったし、この仕事を早く片付けて、 それからすぐに食べ物を探さなくちゃいけない。二人はそれぞれ買った芝を背負って、木戸に着く。あなた、先に歩いてよ。この辺には蛇がいるんで、私怖くて。蛇蛇なんて怖いもんか。見つけ次第俺が取って。食べる。と言いかけて口ごもり。 俺が取って、殺してやる。さあ、俺の後について来い。やっぱり男の人って、こんな時には頼もしいものね。おだてるなよ。とやに下がり。今日はお前、馬鹿にしようらしいじゃないか。気味が悪いくらいだぜ。まさか、俺をこれからじいさんのところに連れて行って、たぬき汁にするわけじゃあるまいな。あははは、そいつばかりはごめんだぜ。 あら、そんなに変に疑うならもういいわよ。私が一人で行くわよ。いや、そんなわけじゃない。一緒に行くがね。俺は蛇だってなんだって、この世の中に怖いものなんかありゃしないが、どうもあのじいさんだけは苦手だ。たぬき汁にするなんて言いやがるから嫌だよ。土台下品じゃないか。少なくともいい趣味じゃないと思うよ。俺は、 あのじいさんの庭先の手前の一本絵の木のところまでこの芝を背負っていくから、あとはお前が運んでくれよ。俺はあそこで失敬しようと思うんだ。どうもあのじいさんの顔を見ると、俺は何とも言えず不愉快になる。おやなんだえ、あれは。変な音がするね。なんだろう。お前にも聞こえないかなんだか、カチ 価値と音がする。当たり前じゃないの。ここはカチカチ山だもの。カチカチ山ここがかいええ。知らなかったのうん。知らなかった。この山にそんな名前があるとは今日まで知らなかったね。しかし変な名前だ。嘘じゃないかあら。だって山にはみんな名前があるものでしょ あれが富士山だし、あれが長尾山だし、あれが大室山だし、みんなに名前があるじゃないの。だから、この山はカチカチ山っていう名前なのよ。ねほら、カチカチって音が聞こえる。うん、聞こえる。しかし、変だな。今まで俺は一度も、この山でこんな音を聞いたことがない。この山で生まれて三十何年かになるけれども、こんな、まあ、 あなたはもうそんな歳なのこないだ私に十七だなんて教えたくせにひどいじゃないの。顔がしわくちゃで腰も少し曲がっているのに、十七とは変だと思っていたんだけど、それにしても二十も年を隠しているとは思わなかったわ。それじゃあなたは四十近いんでしょまあ随分ね。いや、十七だ十七、十七なんだ。俺がこう腰をかがめて歩くのは、決して年のせいじゃないんだ。 お腹が空いているから自然にこんな格好になるんだ。三十何年というのは、あれは俺の兄のことだよ。兄がいつもお口癖のようにそういうので、つい俺もうっかりあんなことを口走ってしまったんだ。つまり、ちょっと伝染したってわけさ。そんなわけなんだよ、君。老媒のあまり、君という言葉を使った。 そうですか。と、うさぎは冷静に。でもあなたにお兄さんがあるなんて初めて聞いたわ。あなたはいつか私に、俺は寂しいんだ。孤独なんだよ。親も兄弟もない。この孤独の寂しさが、お前わからんかねなんておっしゃってたじゃないの。あれは、どういうわけなのそう、そう。と、たぬきは、 自分でも何を言っているのか分からなくなり。全く世の中はこれでなかなか複雑なものだからね。そんなに一概にはいかないよ。兄があったりいなかったり。まるで意味がないじゃないの。と、うさぎもさすがに呆れ果て。めちゃくちゃね。うーん、実はね、兄は一人あるんだ。これは言うのも辛いが、 飲んだくれのならず者でね。俺はもう恥ずかしくて面目なくて、生まれて三十何年間、いや、兄がだよ。兄が生まれて三十何年間というもの、この俺に迷惑のかけ通しさ。それも変ね。十七の人が三十何年間も迷惑をかけられたなんて。たぬきはもう聞こえぬふりして。 世の中には一口で言えないことが多いよ。今じゃもう、俺の方からあれはないものと思って感動して、おや変だね。気なくさい。お前、なんともないかいいえ。そうかね。タヌキはいつも臭いものを食べつけているので、鼻には自信がない。懸念な面持ちで首をひねり、 気のせいかなあ。あれあれなんだか火が燃えているようなパチパチボーボーって音がするじゃないか。それはそのはずよ。ここはパチパチのボーボー山だもの。嘘つけ。お前はついさっきここはカチカチ山だって言ったくせに。そうよ。同じ山でも場所によって名前が違うのよ。富士山の中腹にも小富士という山があるし。 それから、大室山だって、長尾山だって、みんな富士山と続いている山じゃないの。知らなかったのうん、知らなかった。そうかな。ここがパチパチの坊々山とは、俺が三十何年間、いや、兄の話によれば、ここはただの裏山だったが、いや、これは、馬鹿に暖かくなってきた。地震でも起こるんじゃねえだろうか。 なんだか今日は薄気味の悪い日だ。いやーこれは、ひどく暑い。きゃあ、あっちゅちちち。ひでえ、あっちゅちちち。助けてくれ。芝が燃えてる。あっちゅちちちち。そのあくる日。狸は自分の穴の奥にこもってうなり。ああ、苦しい。 いよいよ俺も死ぬかもしれねえ。思えば、俺ほど不幸せな男はない。生中に男ぶりが少しよく生まれてきたばかりに、女どもが帰って遠慮して俺に近寄らない。一体に、どうも上品に見える男は損だ。俺を女嫌いかと思っているのかもしれねえ。なに、俺だって決して成人じゃない。女は好きさ。 それだのに、女は俺を、高媒な理想主義者だと思っているらしく、なかなか誘惑してくれない。こうなればいっそ、大声で叫んで走り狂いたい。俺は、女が、好きなんだ。ああ、痛え、痛え。どうもこの火傷というものは始末が悪い。ズキズキ痛む。やっと狸汁から逃れたかと思うと、今度は、 わけのわからねえ、ぼうぼう山とか言うのに足を踏み込んだのが運の月だ。あの山は、つまらねえ山であった。芝がぼうぼう燃え上がるんだからひどい。三十何年。と言いかけて、あたりをぎょろりと見回し。何を隠そう。俺は今年三十七さ。<laughs> 悪いか。もう三年経てば四十だ。わかりきったことだ。 理の当然というものだ。見ればわかるじゃないか。ああ、い、たたたたた。それにしても、俺が生まれてから三十七年間、あの裏山で遊んで育ってきたのだが、ついぞ一度もあんな変な目に遭ったことがない。カチカチ山だの、ボーボー山だの、名前からして妙にできてる。はて不思議だ。と。 我と我が頭を殴りつけて、思案にくれた。その時、表で行商の呼び売りの声がする。千金行はいかがやけど切り傷色黒に悩む方はいないか狸は、やけど切り傷よりも、色黒と聞いて、はっとした。おい、千金口へどちら様で こっちだ。穴の奥だよ。色黒にも効くかね。それはもう、一日で。ほほう,ほうと喜び、穴の奥からいざり出て。いや、お前は、うさぎ。ええ、うさぎには違いありませんが、私は男の薬売りです。ええ、もう三十何年間、この辺りをこうして売り歩いています。<laughs> と、タヌキは、ため息をついて首をかしげ。しかし、似たウサギもあるものだ。三十何年間。そうか、お前がねえ。いや、歳月の話はよそ、くそ面も白くもない、しつっこいじゃないか。まあ、そんなわけのものさ。と、しどろもどろのごまかし方をして。ところで、俺にその薬を少し譲ってくれないか。 実はちょっと悩みのある身なのでな。おや、ひどいやけどですね。これはいけない。ほっておいたら死にますよ。いや、俺はいっそ死にて。こんなやけどなんかどうだっていいんだ。それよりも、俺は、今、その、要望の。何を言っていらっしゃるんです。生死の境じゃありませんか。いや、背中が一番ひどいですね。 一体これはどうしたのですそれがねえ。とタヌキは口を歪めて。パチパチのボーボー山とかいうキザな名前の山に踏み込んだばっかりにね。いやもう飛んだことになってね。驚きましたよ。ウサギは思わずクスクス笑ってしまった。タヌキはウサギがなぜ笑ったのかわからなかったが、 とにかく自分も一緒に、あはははと笑い。まったくねえ、ばかばかしいったらありやしないのさ。お前にも忠告しておきますがね、あの山へだけは行っちゃいけないぜ。はじめ、カチカチ山というのがあって、それからいよいよ、パチパチのボー,ボー山ということになるんだが、あいつは行けない、ひでことになっちゃう。まあいい加減に、カチカチ山あたりでごめんこむってくるんですな。 下手に坊々山などに踏み込んだが最後、核のごとき始末だ。あいててて。いいですか忠告しますよ。お前はまだ若いようだから、俺のような年寄りの弦は、いや、年寄りでもないが、とにかく、馬鹿にしないで、この友人の弦だけは、尊重してくださいよ。何せ体験者の弦なのだから、あいてててて。ありがとうございます。気をつけましょう。 ところで、どうしましょう、お薬は。ご親切な忠告を聞かせていただいたお礼として、お薬代は頂戴いたしません。とにかく、その背中のやけどに塗ってあげましょう。ちょうどおりよく私が気合わせたからよかったようなものの、そうでもなかったら、あなたはもう、命を落とすようなことになったかもしれないのです。これも何かのお導きでしょう。縁ですね。縁。 かもしれねえ。と、タヌキは低くうめくように言い。ただなら塗ってもらおうか。俺もこの頃は貧乏でな。どうも女に惚れると金がかかっていけねえ。ついでにその公約を一滴俺の手のひらに乗せてみせてくれねえか。どうなさるのですウサギは不安そうな顔になった。いやはあ、なんでもねえ。 ただちょっと見たいんだよ。どんな色合いのものだかな。色は別に、他の公約と変わってもいませんよ。こんなものですが。と、ほんの少量をタヌキの差し出す手のひらに乗せてやる。タヌキは素早くそれを顔に塗ろうとしたのでウサギは驚き、そんなことでこの薬の正体が暴露してはかなわぬとタヌキの手を遮り。あ、それはいけません。 顔に塗るには、その薬は少し強すぎます。とんでもない。いやあ、話してくれ。たぬきは、今は破れかぶれになり。五章だから手を離せ。お前には、俺の気持ちがわからないんだ。俺は、この色黒のため、生まれて三十何年間、どのように味気ない思いをしてきたかわからない。話せ、手を離せ。五章だから塗らせてくれ。 ついにタヌキは、足を上げてウサギを蹴飛ばし、目にも止まらぬ速さで薬をぬたくり。少なくとも、俺の顔は、目鼻立ちは決して悪くないと思うんだ。ただ、この色黒のために気が引けていたんだ。もう大丈夫だ。うわっこれは、ひどいどうもヒリヒリする、強い薬だ。しかし、これくらいの強い薬でなければ、 俺の色黒は治らないような気もする。うわーひどい。しかし我慢するんだ。直証明。今度あいつが俺と会った時、うっとり俺の顔に見とれて。うふふ。俺はもう、あいつが、恋はずらいしたって知らないぞ。俺の責任じゃないからな。ああ、ひりひりする。この薬は、確かに効く。 さあ、もうこうなったら、背中にでもどこにでも体一面に塗ってくれ。俺は死んだって構わん。色白にさえなったら、死んだって構わんのだ。さあ、塗ってくれ。遠慮なく、ベタベタと異性よくやってくれ。誠に悲壮な光景になってきた。けれども、美しく高ぶった処女の残忍性には限りがない。 ほとんどそれは悪魔に似ている。平然と立ち上がって、キのやけどに、例の唐辛子を練ったものをこってりと塗る。キはたちまち七転抜刀して。うん。うーん、なんともない。この薬は、確かに効く。ああ、ひどい。水をくれ。ここはどこだ地獄か。 勘認してくれ。俺は地獄へ落ちる覚えはねえんだ。俺は、たぬき汁にされるのが嫌だったから、それでばあさんをやっつけたんだ。俺に戸がはねえのだ。俺は生まれて三十何年間、色が黒いばっかりに、女に一度もモテやしなかったんだ。それから俺は、食欲が。 ああそのために、俺はどんなに決まりの悪い思いをしてきたか、誰も知りやしないのだ。俺は孤独だ。俺は善人だ。目鼻立ちは悪くないと思うんだ。と、苦しみのあまり哀れな上言を口走り、やがてぐったり失神のありさまとなる。しかし、 タヌキの不幸はまだ終わらぬ。作者の私でさえ、書きながらため息が出るくらいだ。おそらく、日本の歴史においても、これほど不審の後半生を送った者は、あまり例がないように思われる。タヌキ汁の運命から逃れて、やれ嬉しやと思う間もなく、ぼう,ぼう山で意味もない大やけどをして、九死に一生を得、はうようにしてどうやら我が巣にたどり着き、 口を歪めて侵入していると、今度はその大やけどに、唐辛子をベタベタ塗られ、苦痛のあまり失神し、さてそれから、いよいよ泥舟に乗せられ、川口固定に沈むのである。実に、何のいいところもない。これもまた、一種の助難に違いなかろうが、しかしそれにしても、あまりに野暮な助難である。粋なところが一つもない。 彼は穴の奥で、三日間は虫の息で、生きているのだか死んでいるのだか、それこそ全く有名の境をさまよい、四日目に猛烈の空腹感に襲われ、杖をついて穴からよろばい出て、何やらブツブツ言いながら、かなたこなた食い探して歩いているその姿の気の毒さと来たら、比類がなかった。しかし、根が骨太の頑丈な体であったから、 10日も経た,たぬうちに全開し、食欲は元のごとく旺盛で、色欲などもちょっと出てきて、よせばよいのに、またもやうさぎのいおりにのこのこ出かける。遊びに来ましたよ、ふふふ。と照れて、いやらしく笑う。あら、とうさぎは言い、ひどく露骨に嫌な顔をした。なーんだ、あなたなの。 という気持ち。いや、それよりもひどい。なんだってまたやってきたのずうずうしいじゃないの。という気持ち。いや、それよりもなおひどい。ああ、たまらない薬病神が来た。という気持ち。いや、それよりももっとひどい。汚い臭い死んじまえというような極度の嫌悪が、その時のうさぎの顔にありありと見えているのに、しかし、とかく招かれざる客というものは、 その訪問先の主人のこんな憎悪感に気づくことは、鼻はだ疎いものである。これは実に不思議な真理だ。読者諸君も気をつけるがよい。あそこのうちへ行くのはどうも大義だ、窮屈だと思いながら渋々出かけて行くときには、案外そのうちで君たちの来訪を真から喜んでいるものである。それに反して、 ああ、あのうちはなんて気持ちの良いうちだろう。ほとんど我が家同然だ。いや我が家以上に居心地が良い。我輩の唯一の憩いの巣だ。なんともあのうちへ行くのは楽しみだ。などと、いい気分で出かけるうちについては、諸君は、まず大抵迷惑がられ、汚ながられ、恐怖せられ、襖の陰に放棄など立てられているものである。 他人のうちに憩いの巣を期待するのが、そもそも馬カ者の証拠なのかもしれないが、とかくこの訪問ということにおいては、ご人は驚くべき思い違いをしているものである。格別の用事でもない限り、どんな親しい身内のうちにでも、やたらに訪問などすべきものではないかもしれない。作者のこの忠告を疑う者は、タヌキを見よ。タヌキは、今明らかに、 この恐るべき錯誤を犯しているのだ。うさぎがあらと言い、そうして嫌な顔をしても、タヌキには一向に気がつかない。タヌキにはそのあらという叫びも、タヌキの不意の訪問に驚き、かつは気悦して、おのずから発せられた諸女の無邪気な声のごとくに思われ、続々嬉しく、また、うさぎの眉を潜めた表情をも、 これは自分の先日の坊坊山の災難に心を痛めているのに違いないと返し。いやあ、ありがとう。と、お見舞いも何も言われぬくせにこちらからお礼を述べ。心配無用だよ。もう大丈夫だ。俺には神様がついているんだ。運がいいのだ。あんな坊坊山なんてへのかっぱさ。かっぱの肉はうまいそうで、 何とかしてそのうち食べてみようと思っているんだがね。え、それは余談だが、しかしあの時は驚いたよ。何せどうも大変な火星だったからね。お前の方はどうだったね。別に怪我もない様子だが、よくあの火の中を無事で逃げて来られたね。無事でもないわよ。とうさぎは、ツンと拗ねて見せて。あなたったら、ひどいじゃないの。 あの大変な火事場に私一人を置いてどんどん逃げていってしまうんだもの。私は煙にむせてもう少しで死ぬところだったのよ。私はあなたを恨んだわ。やっぱりあんな時につい本心というものが現れるものらしいのね。私にはもうあなたの本心というものが今度はっきり分かったわ。すまねえ。勘忍してくれ。 実は俺もひどい火けをして、俺にはひょっとしたら、神様も何もついていねえのかもしれない。散々の目に遭っちゃったんだ。お前はどうなったか、決してそれを忘れていたわけじゃなかったんだが、何せどうも、たちまち俺の背中が熱くなって、お前を助けに行く暇も何もなかったんだよ。わかってくれねえかな俺は決して不実な男じゃねえのだ。 やけどってやつも、なかなか馬鹿にできねえものだぜ。それに、あの、千金甲とか、千気甲とか、あいつはいけない。いやもうひどい薬だ。色黒にも何も聞きやしない。色黒いや、なに。どろりとした黒い薬でね。こいつは強い薬なんだ。お前によく似た小さい奇妙な野郎が、薬代はいらねえと言うから、 俺もつい物は試しだと思って塗ってもらうことにしたのだが、いやはやどうも、ただの薬ってのは、あれはお前気をつけた方がいいぜ。油断も何もなりやしね。俺はもう頭のてっぺんからキリキリと小さい竜巻が立ち上ったような気がして、どうとばかりに倒れたんだ。ふん。と、うさぎは軽蔑し、自業自得じゃないの。ケチンボだから罰が当たったんだわ。 ただの薬だから試してみたなんて、よくもまあそんな下品なことを恥ずかしくもなく言えたものね。ひでえことを言う。とタヌキは低い声で言い、けれども別段何も感じないらしく、ただもう好きな人のそばにいるという幸福感にぬくぬくと温まっている様子で、どっしりと腰を落ち着け、死魚のように濁った目であたりを見回し、小虫を拾って食べたりしながら、 しかし、俺は運のいい男だな。どんな目にあっても死にやしない。神様がついているのかもしれねえ。お前も無事でよかったが、俺も何ということもなくやけどが治って、こうしてまた二人でのんびり話ができるんだものな。ああ、まるで夢のようだ。ウサギはもうさっきから、早く帰ってもらいたくてたまらなかった。嫌で嫌で死にそうな気持ち。 何とかして、この自分のいおりの付近から去ってもらいたくて、またもや悪魔的の一景を暗出する。ねえ、あなたは、この河口湖に、そりゃ美味しい船がうようよしていることをご存じ知らんねえ。ほんとかねえ。と、狸は、たちまち目を輝かして、俺が三つの時、 お袋がナを一匹取ってきて俺に食べさせてくれたことがあったけれども、あれは美味しい。俺はどうも不器用というわけではないが、決してそういうわけではないが、ナなんて水の中のものを捉えることができねえので、どうもあいつは美味しいということだけは知っていながら、それ以来三十何年間、いや、<laughs> つい兄の口真似をしちゃった。兄もナは好きでな。 そうですかねえ。と、うさぎは、上の空で合図を打ち。私はどうも、船など食べたくもないけれど、でもあなたがそんなにお好きなのならば、これから一緒に取りに行ってあげてもいいわよ。そうかい。と、たぬきはホクホクして。でも、あの船ってやつは素早いもんでな。俺はあいつを捕らえようとして、 もう少しで土左衛門になりかけたことがあるけれども、と、つい自分の過去の失態を告白し、お前に何かいい方法があるのかね。網ですくったらわけはないわ。あの宇賀島の岸に、この頃とても大きい船が集まっているのよ。ね、行きましょう。あなた船は焦げるのうーん。 かすかなため息をついて、焦げないこともないがね、その気になりゃ、何と、苦しいホラを吹いた。焦げるのと、ウサギは、それがホラだということを知っていながら、わざと信じたふりをして。じゃあちょうどいいわ。私にはね、小さい船が一層あるけど、 あんまり小さすぎて私たち二人は乗れないの。それに何せ薄い板切れでいい加減に作った船だから水が染み込んできて危ないのよ。でも私なんかどうなったってあなたの身にもしものことがあってはいけないからあなたの船をこれから二人で一緒に力を合わせて作りましょうよ。板切れの船は危ないからもっと頑丈に泥をこねって作りましょうよ。 すまねえなあ。俺はもう泣くぜ。泣かしてくれ。俺はどうしてこんなに涙もろいか。と言って嘘泣きをしながら。ついでに、お前一人でその頑丈ないい船を作ってくれないか。な、頼むよ。と、ぬからず横着な申し出をして。俺は恩に着るぜ。お前がその俺の頑丈な船を作ってくれている間に、 俺はちょっとお弁当をこさえよう。俺はきっと立派な炊事係になれるだろうと思うんだ。そうね。とうさぎは、このタヌキの勝手な意見をも信じたふりして素直に頷く。そうしてタヌキは、ああ、世の中なんて甘いもんだとほくそ笑む。この間一発において、タヌキの悲運は決定せられた。 自分のデタラメを何でも信じてくれる者の,の胸中には、しばしば何かの恐るべき悪形が造せられているものだということを、うぐの狸は知らなかった。調子がいいぞとニヤニヤしている。二人は揃って湖畔に出る。白い河口湖には波一つない。うさぎは早速泥をこねて、いわゆる頑丈な、いい船の製作に取りかかり、狸は、 すまねえすまねえと言いながら、あちこち飛び回って、もっぱら自分のお弁当の内容調合に不審し、夕風がかすかに吹き起こって、湖面いっぱいに小さい波が立ってきた頃、粘土の小さい船が、つやつやと、鋼鉄色に輝いて浸水した。んー、悪くない。とタヌキははしゃいで、石油管ぐらいの大きさの、 例のお弁当箱をまず船に積み込み、お前はしかし随分器用な娘だね。瞬く間にこんな綺麗な船一層作り上げてしまうのだからね。神業だ。と、歯の浮くような見えすいたお世辞を言い、このような器用な働き者を女房にしたら、あるいは俺は女房の働きによって遊んでいながら贅沢ができるかもしれない。などと、 色気の他に、今はムラムラ欲気さえ出てきて、いよいよこれは何としても、この女にくっついて一生離れぬことだと、密かに覚悟の保存を固めて、よいしょと泥の船に乗り。お前はきっと、船をこぐのも上手だろうね。俺だって、船のこぎ方くらい知らないわけでは、まさかそんな知らないというわけでは決してないんだが、今日は一つ、我が女房のお手並みを、 拝見したい。嫌に言葉遣いがずうずうしくなってきた。俺も昔は船のこぎ方にかけては名人とかまたは達者とか言われたものだが、今日はまあ寝転んで拝見ということにしようかな。かまわないから、俺の船のへさきをお前の船のともに祝えつけておくれ。船も仲良くぴったりくっついて、 死なばもろっとも見捨てちゃ嫌よ。などと、いやらしく、気ざったらしいことを言って、ぐったり泥船の底に寝そべる。うさぎは、船を祝えつけよと言われて、さてはこの馬鹿も何か感づいたかなとぎょっとして、きの顔つきを盗み見たが、なんのことはない。きは、鼻の下を長くしてニヤニヤ笑いながら、もはや夢路をたどっている。 船が取れたら起こしてくれ。あいつはうめえからなあ。俺は三十七だいよ。などと、バカな寝言を言っている。うさぎはふんと笑って、タヌキの泥船をうさぎの船につないで、それからかいで、パチャと水の表を打つ。するすると、二層の船は、岸を離れる。うが島の松林は、夕日を浴びて火事のようだ。 ここでちょっと作者は物知りぶるが、この島の松林を射精して図案化したのが、タバコの四季島の箱に書かれてあるあれだという話だ。確かな人から聞いたのだから、読者も信じて損はなかろう。もっとも、今はもう四季島なんてタバコはなくなっているから、若い読者には何の興味もない話である。つまらない知識を振り回したものだ。とかく知ったかぶりは、 このような馬鹿らしい結果に終わる。まあ、生まれて三十何年以上にもなる読者だけが、ああ、あの松かと、芸者遊びの記憶なんかと一緒にぼんやり思い出して、つまらなそうな顔をするくらいが関の山であろうか。さて、うさぎは、その宇賀島の夕景をうっとり冒険して、おいい景色、とつぶやく。 これはいかにも機械である。どんな極悪人でも自分がこれから残虐の犯罪を行おうというその直前において、山水の美にうっとり見とれるほどの余裕なんてないように思われるが、しかし、この16歳の美しい処女は目を細めて島の幽景を鑑賞している。誠に無邪気と悪魔とは神一重である。 苦労を知らぬわがままな処女のへどが出るような気ざったらしい死体に対して、ああ、青春は純真だ、なんて言って推薦している男たちは気をつけるがよい。その人たちの、いわゆる青春の純真とかいうものは、しばしば、このうさぎの例におけるがごとく、その胸中に、殺意と闘衰が隣り合わせて住んでいても平然たる、何が何やらわからぬ、 官能のごちゃ混ぜの乱舞である。危険この上ないビールの泡だ。皮膚感覚が倫理を覆っている状態。これを低能あるいは悪魔という。一頃世界中に流行したアメリカ映画。あれには、こんないわゆる純真なオスやメスがたくさん出てきて、皮膚感触をもてやまして、くすぐったげにちょこまかバネ仕掛けのごとく動き回っていた。 別にこじつけるわけではないが、いわゆる青春の純真というものの元祖は、あるいはアメリカあたりにあったのではなかろうかと思われるくらいだ。スキーで乱々とかいう類である。そうしてその裏で、ひどく愚劣な犯罪を平気で行っている。低能でなければ悪魔である。あいや。 悪魔というものは元来、低能なのかもしれない。小柄でほっそりして、手足がキャシャで、かの月の女神、アルテミスにも比較せられた16歳の処女の兎も、ここにおいて一挙に、すこぶる興味作然たる、つまらぬものになってしまった。低能かい。それじゃあしようがないね。えと、足元に、 奇妙な声が起こる。我が親愛なる。思考して、鼻肌純真ならざる37歳の男性。たぬきくんの悲鳴である。水だ。水だ。これはいかん。うるさいわね。泥の船だもの。どうせ沈むわ。わからなかったのわからん。理解に苦しむ。筋道が立たぬ。それはご無理というものだ。お前はまさかこの俺を。 いや、まさか、そんな鬼のような。いやー、まるでわからん。お前は俺の女房じゃないか。いやー、沈む。少なくとも、沈むということだけは完全の真実だ。冗談にしたって悪度すぎる。これは、ほとんど暴力だ。いやー、沈む。おい、お前、どうしてくれるんだ。お弁当が無駄になるじゃないか。このお弁当箱には、 イタチのフンでまぶしたミミズのマカロニなんか入っているのだ。惜しいじゃないか。あああ、とうとう水を飲んじゃった。おい、頼む。人の悪い冗談はいい加減によせ。おいおい、そのツナを切っちゃいかん。死なばもろとも夫婦は偽。切っても切れねえ絵にしの友綱。あ、いけねえ。 助けてくれ俺は泳ぎができねえのだ白状する昔は少し泳げたのだが、たぬきも37になると、あちこちの筋が固くなって、とても泳げやしないのだ白状する俺は37なんだお前とは実際、年が違いすぎるのだ年よりを大事にしろ敬老の心がけを忘れるなあ、ん、あ、お前は、いい子だな、いい子だからそのお前の持っている貝を、 こっちへ、差し伸べておくれ。俺はそれに捕まって。あ、いや、痛い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 、何をするんだ、痛いじゃないか。いで俺の頭を殴りやがって。よーし、そうか、分かった。お前は俺を殺す気だな。それでわかった。と、タヌキも、その死の直前に至って、初めてウサギの悪形を見抜いたが、すでに、遅かった。ポカン、ポカンと、無慈悲の貝が頭上に降る。 タヌキは夕日にキラキラ輝く湖面に浮きつ沈みつ。あいたたいた,た、あいたたたたひどいじゃないか。俺はお前にどんな悪いことをしたのだ。惚れたが悪いか。<laughs> と言ってぐっと沈んでそれっきり。うさぎは顔を拭いて、ああ、ひどい汗、と言った。 ところでこれは、公職の戒めとでもいうものであろうか。16歳の美しい処女には近寄るなという親切な忠告を匂わせた滑稽物語でもあろうか。あるいはまた、気に入ったからとて、あまりしつこくお伺いしては、ついには極度に剣をせられ、殺害せられるほどのひどい目に遭うから節度を守れ、という礼儀作法の教科書でもあろうか。 あるいはまた、道徳の善悪よりも、感覚の好き嫌いによって、世の中の人たちは、その日常生活において互いにののしり、または罰し、または召し、または服しているものだということを暗示している笑い話であろうか。いやいや、そのように評論家的な結論に焦燥せずとも、タヌキの死ぬる、今和の際の一言にだけ留意しておいたら、いいのではあるまいか。 曰く、惚れたが悪いか。古来、世界中の文芸の愛話の主題は、いつに、ここにかかっていると言っても過言ではあるまい。女性にはすべて、この無慈悲なうさぎが一匹住んでいるし、男性には、あの善良なタヌキが、いつも溺れかかって、あがいている。作者の、それこそ三十何年代の、 すこぶる不審の経歴に調してみても、それは、明明白々であった。おそらくはまた、君においても。攻略。下切りすずめ。私は、この、おとぎ造史という本を、日本の国難打開のために関東している人々の、 寸下における色のささやかな玩具として格好のものたらしむべく、このごろ常に微熱を発している不完全の体ながら、命ぜられては奉公の用事に出勤したり、また自分の家の理災の後始末やら何やらしながら、とにかくその暇に少しずつ書き進めてきたのである。小太り、浦島さん、カチカチ山。その次に、 桃太郎と下切り雀を書いて、一応このおとぎ造詞を完結させようと私は思っていたのであるが、桃太郎のお話は、あれはもうギリギリに単純化せられて、日本男児の象徴のようになっていて、物語というよりは詩や歌の趣きさえ呈している。もちろん私も当初においてはこの桃太郎をも私の物語に鋳造し直すつもりでいた。 すなわち私は、あの鬼ヶ島の鬼というものに、ある種の憎むべき性格を付与してやろうと思っていた。どうしてもあれは、性罰せずには置けぬ、周回極悪無類の人間として描写するつもりであった。それによって、桃太郎の鬼性罰も、大いに読者諸君の共鳴を呼び起こし、思考してその戦闘も、読む者の手に汗を握らせるほどの、 真に危機一発の物た垂らしめようと企んでいた。まだ書かぬ自分の作品の計画を語る場合においては、作者は大抵このようにあどけないほらを吹くものである。そんなにうまくは行きませぬて。まあさ、とにかくまあ聞きたまえ。どうせ機険だがね。とにかく冷やかさずに聞いてくれたまえ。 ギリシャ神話において最も迷惑収愛の魔物は、やはりあのマンダ頭のメデウサであろう。眉間には漕ぎの深いシワが刻み込まれ、小さい灰色の目には浅ましい殺意が燃え、真っ青な方は威嚇の怒りに震えて、黒ずんだ薄い唇は剣をと不別に引きつったように歪んでいる。そうして、長い頭髪の一本一本が、 ことごとく腹の赤い毒蛇である。敵に対して、この無数の毒蛇は素早く一様に鎌首をもたげ、シュッシュッと気味悪い音を立てて手向かう。このメデウサの姿を一目見た者は何とも知れず嫌な気持ちになって、そうして心臓が凍り、体全体冷たい石になったという。恐怖というよりは、 不快感である。人の肉体よりも人の心に害を加える。このような魔物は最も憎むべきものであり、かつまた速やかに退治しなければならぬものである。それに比べると日本の化け物は単純で、そうして愛嬌がある。古寺の欧乳道や一本足の傘の化け物などは、 大抵酒飲みの豪傑のために無邪気な舞をご覧に入れて、持って豪傑の逸や牛蜜の無量を慰めてくれるだけのものである。また、絵本の鬼ヶ島の鬼たちも、頭体ばかり大きくて、猿に鼻など引っかかれ、あっと言ってひっくり返って降参したりしている。一向に恐ろしくもなんともない。 善良な性格のもののようにさえ思われる。それでは、せっかくの鬼退治も、花肌気抜けのした物語になるだろう。ここはどうしても、メデウサの首以上の、すごい、不愉快極まる魔物を登場させなければならぬところだ。それでなければ、読者の手に、汗を握らせるわけにはいかぬ。また、征服者の桃太郎があまりに強くては、 読者はかえって鬼の方を気の毒に思ったりなどして、その物語に危機一発の醍醐味は湧いて出ない。ジーグフリードほどの不死身の代勇者でも、その片先に一箇所の弱点を持っていたではないか。弁慶にも泣きどころがあったというし、とにかく完璧の絶対の強者はどうも物語には向かない。それに私は、 自身が非力のせいか弱者の心理にはいささか通じているつもりだがどうも強者の心理はあまりつまびらかに知っていないことにも誰にも絶対に負けぬ完璧の強者なんてのには今まで一度も会ったことがないしまた噂にさえ聞いたことがない私は多少でも自分で実際に経験したことでなければ 一行も一字も書けない、花肌空想が貧弱の物語作家である。それで、この桃太郎物語を書くにあたっても、そんな見たこともない、絶対腐敗の豪傑を登場させるのは、何としても不可能なのである。やはり、私の桃太郎は、小さい時から泣き虫で、体が弱くてはにかみ屋で、さっぱりダメな男だったのだが、 人の心情を破壊し、永遠の絶望と、戦慄と遠鎖の地獄に叩き込む、悪辣無類にして、集会の妖気たちに接して、我ひりきなりといえども、今は目視しえずと完全立って、きびだんごを腰に、かの妖気たちの巣窟に向かって発足する。とでも言うようなことになりそうである。またあの、犬猿きじの三匹の家来も、 決して模範的な助力者ではなく、それぞれに困った癖があって、たまには喧嘩も始めるであろうし、ほとんど、かの最有期の、悟空、八戒五条のごときもののように書くかもしれない。しかし私は、カチカチ山の次に、いよいよこの、私の桃太郎に取りかかろうとして、突然、ひどく物うい気持ちに襲われたのである。せめて、 桃太郎の物語一つだけはこのままの単純な形で残しておきたい。これはもう物語ではない。昔から日本人全部に歌い継がれてきた日本の詩である。物語の筋にどんな矛盾があったって構わぬ。この詩の平面発達の気分を今更いじくり回すのは日本に対してすまぬ。 いやしくも桃太郎は日本一という旗を持っている男である。日本一はおろか日本二も三も経験せぬ作者がそんな日本一の怪談詞を描写できるはずがない。私は桃太郎のあの日本一の旗を思い浮かべるに及んで潔く私の桃太郎物語の計画を放棄したのである。そうして すぐ次に下切り鈴の物語を書き、それだけで一応、このおとぎ像詞を結びたいと思い直したわけである。この下切り鈴にせよ、また、前の小太り、浦島さん、カチカチ山、いずれも日本一の登場はないので、私の責任も軽く、自由に書くことを得たのであるが、どうも日本一ということになると、仮初めにも、 このたっとい国で第一ということになると、いくらおとぎ話だからと言っても、でたらめな書き方は許されまい。外国の人が見て、なんだこれが日本一か、などと言ったら、その悔しさはどんなだろう。だから私はここに、くどいくらいに念を押しておきたいのだ。小太りの二老人も、浦島さんも、また、カチカチ山のタヌキさんも、 決して日本一ではないんだぞ。桃太郎だけが日本一なんだぞ。そうして俺はその桃太郎を書かなかったんだぞ。本当の日本一なんか、もしお前の眼前に現れたら、お前の両目は眩しさのために潰れるかもしれない。いいかわかったかこの私のおとぎ紙に出てくるものは、日本一でも二でも三でもないし、またいわゆる、 代表的人物でもない。これはただ、ダザイという作家が、その愚かな経験と貧弱な空想を持って創造した、極めて凡庸の人物たちばかりである。これらの諸人物をもって、直ちに日本人の形状を推計せんとするのは、それこそ国衆休憩の下り顔なる詮作に近い。私は、日本を大事にしている。 それは言うまでもないことだが、それゆえ私は日本一の桃太郎を描写することは避け、また他の諸人物の決して日本一ではないゆえんをもくどくどと述べてきたのだ。読者もまた私のこんな変なこだわり方に大いに賛意を表してくださるのではあるまいかと思われる。太閤でさえ言ったじゃないか。日本一はわしではないと。 さて、この下切りすずめの主人公は、日本一どころか、逆に、日本で一番ダメな男と言ってよいかもしれぬ。第一、体が弱い。体の弱い男というものは、足の悪い馬よりも、もっと世間的の価値が低いようである。いつも力ない咳をして、そうして顔色も悪く、朝起きて部屋の障子に畑をかけ、 ほうきで塵を吐き出すと、もうぐったりして、あとは一日一杯、机のそばで寝たり起きたり何やら春動して、夕食を済ますとすぐ自分でさっさと布団を敷いて寝てしまう。この男はすでに十数年来、こんな情けない生活を続けている。まだ四十歳にもならぬのだが、しかし、よほど前から自分のことを、おう、 と署名し、また自分のうちの者のにもおじいさんと呼べと命令している。まあ、よ捨て人とでも言うべきものであろうか。しかし、よ捨て人だってお金が少しでもあるから世を捨てられるので、一文無しのその日暮らしだったら世を捨てようと思ったって世の中の方から追いかけてきてとても捨てきれるものでない。 このおじいさんも今はこんなささやかな草のいよりを結んでいるが、元を正せば大金持ちの三男坊で、父母の期待に背いてこれという職業を持たず、ぼんやり成功うどくなどという生活をしているうちに病気になったりして、この頃は父母をはじめ親戚一同も、これを病弱の馬鹿の困りものと称して諦め、 月々の暮らしに困らぬ少額の金を仕送りしているというような状態なのである。さればこそ、こんなよすて人みたいな生活も可能なのである。いかに草のいよりとはいえ、まあ、結構な身分と申さざるを得ないであろう。そうして、そんな結構な身分のものに限って、あまり人の役に立たぬものである。 体が弱いのは事実のようであるが、しかし寝ているほどの病人ではないのだから何か一つくらい積極的な仕事のできぬわけはないはずである。けれどもこのおじいさんは何もしない。本だけは随分たくさん読んでいるようだが読み次第忘れていくのか自分の読んだことを人に語って知らせるというわけでもない。ただぼんやりしている。 これだけでもすでに世間的価値がゼロに近いのに、さらにこのおじいさんには子供がない。結婚してもう十年以上にもなるのだが、未だ四つぎがないのである。これでもう完全に彼は世間人としての義務を何一つ果たしていないということになる。こんな張り合いのない亭主に、 よくもまあ十何年も連れ添うてきた細君というのはどんな女か多少の凶をそそられる。しかし、その草案の書き根越しにそっと覗いてみたものはなーんだとがっかりさせられる。実になんともつまらない女だ。色が真っ黒で目はぎょろりとして手はシワだらけで大きく、その手をだらりと前に下げて、 少し腰をかがめて、忙しげに庭を歩いている様を見ると、おじいさんよりも年上ではないかと思われるくらいである。しかし、今年33の厄年だという。この人は、元おじいさんの成果に召使われていたのであるが、病弱のおじいさんの世話を受け持たされて、いつしかその生涯を受け持つようになってしまったのである。 無学である。さあ、下着類をみんな脱いでここへ出してください。洗います。と強く命令するように言う。この次。おじいさんは机に頬杖をついて低く答える。おじいさんはいつもひどく低い声で言う。しかも言葉の後半は 口の中でよどんで、ああとか、ううとか言うようにしか聞こえない。連れそうて十何年になるおばあさんにさえ、このおじいさんの言うことがよく聞き取れない。言わんや、他人において親。どうせよすて人同然の人なのだから、自分の言うことが他人に分かったって分からなくたって、どうだっていいようなものかもしれないが、定職にもつかず、 読書はしても、別段その知識でもって、著述などしようとする気配も見えず。そうして、結婚後十数年経過しているのに一人の子供も儲けず。そうしてその上、日常の会話においてさえ、はっきり言う手数を省いて、後半を口の中でむにゃむにゃ言って済ますとは、その骨をしみと言おうか、何と言おうか、とにかくその消極性は、 言語に絶するものがあるように思われる。早く出してくださいよ。ほら、呪盤の襟なんか油びかりしているじゃありませんか。この次。やはり半分は口の中でぼそりと言う。え何ですってわかるように言ってください。この次。と。 頬杖をついたままにこりともせず、おばあさんの顔をまじまじと見つめながら、今度はやや明瞭に言う。今日は、寒い。もう冬ですもの。今日だけじゃなく、明日も明後日も寒いに決まっています。と、子供を叱るような口調で言い、そんな具合にうちの中で、じっと路端に座っている人と、井戸端へ出て洗濯している人と、 どっちが寒いか知っていますかわからない。とかすかに笑って答える。お前の井戸端は習慣になっているから、冗談じゃありません。とおばあさんは顔をしかめて、私だって何も選択をしにこの世に生まれてきたわけじゃないんですよ。そうかい。と言って済ましている。 さあ、早く脱いでよこしてくださいよ。代わりの下着類は一切その押し入れの中に入っていますから。風をひく。じゃあ、ようござんす。いまいましそうに生きて、おばあさんは退却する。ここは、東北の仙台郊外、あたご山のふもと。 広瀬川の急流に望んだ大竹や部の中である。仙台地方には昔から雀が多かったのか、仙台座さとかいうもんどころにはズメがには図案化されているし、また芝居の仙台萩には雀が占領役者以上の重要な役として登場するのは誰しもご存知のことと思う。また昨年私が 仙台地方を旅行した時にも、その土地の一友人から仙台地方の古い動揺として次のような歌を紹介せられた。カゴメカゴメカゴの中のずめいついつで春。この歌はしかし仙台地方に限らず日本全国の子供の遊び歌になっているようであるが、 カゴの中のスズメと言って、ことさらにカゴの小鳥をスズメと限定しているところ。また、デハルという東北の方言が何の不自然な感じもなく挿入せられている点など、やはりこれは仙台地方の民謡と称しても対価ないのではなかろうかと私には思われた。このおじいさんの草案の周囲の大竹やぶにも、 無数のズメが住んでいて、朝夕耳を老せんばかりに騒ぎ立てる。この年の秋の終わり。大竹藪にあられが爽やかな音を立てて走っている朝。庭の土の上に足をくじいて仰向けにあがいている小雀をおじいさんは見つけ、黙って拾って部屋の路端に置いて餌を与え、ズメは 足の怪我が治ってもおじいさんの部屋で遊んで、たまに庭先へ飛び降りてみることもあるが、またすぐ縁に上がってきて、おじいさんの投げ与える餌をついばみ、糞を垂れると、おばあさんは、あれ汚い、と言っておい、おじいさんは無言で立って、返しでその縁側の糞を丁寧に拭き取る。引かずの立つにつれて、スズメにも甘えていい人と、 そうでない人との見分けがついてきた様子で、家におばあさん一人しかいない時には庭先や軒下に避難し、そうしておじいさんが現れるとすぐ飛んできて、おじいさんの頭の上にちょんと止まったり、またおじいさんの机の上を跳ね回り、すずりの水を喉をかすかに鳴らして飲んだり、筆立ての中に隠れたり、いろいろに戯れておじいさんの勉強の邪魔をする。 けれどもおじいさんは大抵知らぬふりをしている。世にある愛金家のように我が愛金に変なざったらしい名前をつけて、ルミア、お前も寂しいかい、などということは言わない。スズメがどこで何をしようと全然無関心の様子を示している。そうして時々黙ってお買ってから餌を一握り持ってきて、 ばらりと縁側に巻いてやる。そのズメが今おばあさんの退場後にはたはたと軒下から飛んできておじいさんのうずえついている机の端にちょんと止まる。おじいさんは少しも表情を変えず黙ってズメを見ている。この辺からそろそろこの小鈴芽の身の上に悲劇が始まる。 おじいさんは、しばらく経ってから一言、そうか、と言った。それから、深いため息をついて、気上に本を広げた。その書物のページを一、ま枚くって、それからまた、頬杖をついて、ぼんやり前方を見ながら、選択をするために生まれてきたのではないと言いやがる。あれでもまだ、 色気があると見える。と呟いて、かすかに苦笑する。この時、突然、気丈の小鈴が、人号発した。あなたは、どうなのおじいさんは、格別驚かず、俺か俺は、そうさな。本当のことを言うために、生まれてきた。 でも、あなたは何も言いやしないじゃないの。世の中の人は、みんな嘘つきだから、話を交わすのが嫌になったのさ。みんな、嘘ばっかりついている。そうしてさらに恐ろしいことは、その自分の嘘に、ご自身お気づきになっていない。それは怠け者の言い逃れよ。ちょっと学問なんかすると、誰でもそんな具合に、 横着な気取り方をしてみたくなるものらしいのね。あなたは何にもしてやしないじゃないの。寝ていて人を起こすなかれということわざがあったわよ。人のことなど言える柄じゃないわ。それもそうだが、とおじいさんは慌てず、しかし、俺のような男もあっていいのだ。俺は何もしていないように見えるだろうが、 まんざらそうでもない。俺でなくちゃできないこともある。俺の生きている間、俺の進化の発揮できる時期が来るかどうかわからぬが、しかし、その時が来たら、俺だって大いに働く。その時までは、まあ、沈黙して、読書だ。どうだか。と、スズメは小首を傾け、 育児なしの影弁慶に限って、よくそんな負け惜しみの機険をあげるものだわ。廃山のご隠居、とでも言うのかしら。あなたのようなよぼよぼのご老体は、帰らぬ昔の夢を未来の希望と置き換えて、そうしてご自身を慰めているんだわ。お気の毒みたいなものよ。そんなのは機険にさえなってやしない。変態の愚痴よ。だってあなたは、 何もいいことをしてやしないんだもの。そういえば、まあ、そんなものかもしれないが。と、老人はいよいよ落ち着いて。しかし、俺だって、今立派に実行していることが一つある。それは何かって言えば、無欲ということだ。言うは安くして、行うは固いものだよ。うちのおばあさんなど、 俺みたいなものと、もう十何年も連れ添うてきたのだから、いい加減に世間の欲を捨てているかと思っていたら、どうもそうでもないらしい。まだあれで、何か色気があるらしいんだね。それがおかしくて、つい一人で吹き出したような次第だ。そこへ、ぬっとおばあさんが顔を出す。色気なんかありませんよ。 おやあなたは誰と話をしていたのです誰か若い娘さんの声がしていましたがね。あのお客さんはどこへいらっしゃいましたお客さんか。おじいさんは例によって言葉を濁す。いいえ、あなたは今確かに誰かと話をしていましたよ。それも私の悪口をね。まあどうでしょう。 私にものを言うときには、いつも口ごもって聞き取れないような大義そうな言い方ばかりするくせに、あの娘さんにはまるで人が変わったみたいに、あんな若やいだ声を出して、大変ご機嫌そうにおしゃべりしていらしたじゃないの。あなたこそ、まだ色気がありますよ。ありすぎてべたべたです。そうかな。と、おじいさんはぼんやり答えて。しかし、 誰も言い,いやしない。からかわないでください。と、おばあさんは本気に怒ってしまった様子でドさんと縁先に腰を下ろし、あなたは一体この私を何だと思っていらっしゃるのです私はずいぶん今までこらえてきました。あなたはもう点で私を馬鹿にしてしまっているのですもの。そりゃもう私は育ちも良くないし学問もないし、 あなたのお話し相手ができないかもしれませんが、でも、あんまりですわ。私だって、若い時からあなたのお家へ方向に上がって、あなたのお世話をさせてもらって、それがまあ、こんなことになって、あなたの親御さんも、あれならばなかなかしっかり者だし、せがれと一緒にさせても、嘘ばかり。おや、どこが嘘なのです私がどんな嘘をつきました だってそうじゃありませんか。あの頃あなたの気心を一番よく知っていたのは私じゃありませんか。私でなくちゃダメだったんです。だから私が一生あなたの面倒を見てあげることになったんじゃありませんか。どこがどんな具合に嘘なのです。それを聞かしてください。と、顔色を変えて詰め寄る。みんな嘘さ。あの頃のお前の色気ったらなかったぜ。 それだけさ。それは、一体、どんな意味です私にはわかりやしません。馬鹿にしないでください。私はあなたのためを思って、あなたと一緒になったのですよ。色気も何もありやしません。あなたも随分下品なことを言いますね。全体私があなたのような人と一緒になったばかりに、朝夕どんなに寂しい思いをしているか、あなたはご存じないのです。 たまには優しい言葉の一つもかけてくれるものです。他の夫婦をご覧なさい。どんなに貧乏をしていても、夕食の時などには楽しそうに世間話をして笑い合っているじゃありませんか。私は決して欲張り女ではないんです。あなたのためならどんなことでも忍んでみせます。ただ、時たま、あなたから優しい言葉の一つもかけてもらえたら、 私はそれで満足なのですよ。つまらないことを言う。そらそらしい。もういい加減諦めているかと思ったら、まだそんな決まりきった泣き言を並べて、局面転換を図ろうとしている。ダメですよ。お前の言うことなんざ、みんなごまかしだ。その時々の安易な気分本位だ。俺をこんな無口な男にさせたのは、お前です。 夕食の時の世間話なんて大抵は近所の人の品評じゃないか。悪口じゃないか。それも例の安易な気分本位でやたらと人の陰口を聞く。俺は今までお前が人を褒めたのを聞いたことがない。俺だって弱い心を持っている。お前に巻き込まれてつい人の品評をしたくなる。俺にはそれが怖いのだ。だからもう、 誰とも口を聞くまいと思った。お前たちには人の悪いところばかり目について、自分自身の恐ろしさにまるで気がついていないのだからな。俺は人が怖い。わかりました。あなたは私に飽きたのでしょう。こんなババアが鼻についてきたのでしょう。私にはわかっていますよ。さっきのお客さんはどうしましたどこに隠れているのです 確かに若い女の声でしたわね。あんな若いのができたら、私のようなばあさんと話をするのが嫌になるのももっともです。なんだい無欲だのなんだのと悟り顔なんかしていても、相手が若い女だと、すぐもうワクワクして、声まで変わってペチャクチャとおしゃべりを始めるのだから嫌になります。それなら、それでよい。よかありませんよ。あのお客さんはどこにいるのです 私だって挨拶を申さなければお客さんに失礼ですよ。こう見えても私はこの家の主婦ですからね。挨拶をさせてくださいよ。あんまり私を踏みつけにしてはダメです。これだ。とおじいさんは、気上で遊んでいるスズメの方を顎でしゃくってみせる。え冗談じゃない。スズメがものを言いますか言う。 しかも、なかなか気の利いたことを言う。どこまでもそんなに意地悪く私をからかうのですね。じゃあ、ようござんす。ヤニに,に腕を伸ばして、気上の小メをむずとつかみ、そんな気の利いたことを言わせないように、舌をむしり取ってしまいましょう。あなたは普段から、どうもこのメを可愛がりすぎます。私には、それがいやらしくてしようがなかったんですよ。 ちょうどいいあんばいだ。あなたがあの若い女のお客さんを逃がしてしまったのなら、身代わりにこのスズメの舌を抜きます。いい君だ。焼酎のスズメのくちばしをこじあけて、小さい菜の花びらほどの舌をキュッとむしり取った。スズメははたはたと空高く飛び去る。おじいさんは無言でスズメの行方を眺めている。 そうして、その翌日から、おじいさんの、大竹藪探索が始まるわけである。下切りすずめ、お宿はどこだ。下切りすずめ、お宿はどこだ。毎日毎日、雪が降り続ける。それでもおじいさんは、何かに疲れたみたいに、深い大竹藪の中を探し回る。 やぶの中には、すずめは、千も万もいる。その中から、舌を抜かれた小すずめを探し出すのは、死難のことのように思われるが、しかしおじいさんは、異様な熱心さを持って、毎日毎日探索する。下切りすずめ、お宿はどこだ。下切りすずめ、お宿はどこだ。おじいさんにとって、 こんながむしゃらな情熱を持って行動するのは、その生涯において一度もなかったように見受けられた。おじいさんの胸中に眠らされていた何者かが、この時初めて頭をもたげたようにも見えるが、しかしそれは何であるか、筆者、太宰にもわからない。自分の家にいながら他人の家にいるような浮かない気分になっている人が、 と、自分の一番気楽な性格に会い、これを追い求める。恋と言ってしまえばそれっきりであるが、しかし、一般にあっさり言われている心、恋という言葉によって表される心理よりは、このおじいさんの気持ちは、はるかにわびしいものであるかもしれない。おじいさんは、夢中で探した。生まれて初めての、 必要な積極性である。下切りすずめ、お宿はどこだ。下切りすずめ、お宿はどこだ。まさか、これを口に出して歌いながら探し歩いていたわけではない。しかし、風が自分の耳元にそのようにひそひそ囁き、そうして、いつの間にやら自分の胸中においても、そのへんてこな、 歌ともお念仏ともつかぬ文句が、一歩一歩竹藪の下の雪を踏み分けて行くのと同時に湧いて出て、耳元の風のささやきと合致する。というような具合なのである。ある夜、この仙台地方でも珍しいほどの大雪があり、次の日はカラリと晴れて眩しいくらいの銀世界が現出し、おじいさんは、 この朝早くわら靴を履いて、愛も変わらず竹藪ぶを彷徨い歩き、下切りすずめ、お宿はどこだ下切りすずめ、お宿はどこだ竹に積もった大きい雪の塊が、突然どさりとおじいさんの頭上に落下し、打ち所が悪かったのか、おじいさんは失神して、雪の上に倒れる。無限の境のうちに、 様々な声の囁ささきが聞こえてくる。かわいそうに、とうとう死んでしまったじゃないの。何、死にやしない。気が遠くなっただけだよ。でも、こうしていつまでも雪の上に倒れていると、凍えて死んでしまうわよ。それはそうだ。どうにかしなくちゃいけない。困ったことになった。こんなことにならないうちに、あの子が早く出て行ってやればよかったのに。 一体あの子はどうしたのだおてるさんそう。誰かにいたずらされて口に怪我をしたようだが、あれからさっぱりこの辺に姿を見せんじゃないか。寝ているのよ。舌を抜かれてしまったので何にも言えず、ただポロポロ涙を流して泣いているわよ。そうか、舌を抜かれてしまったのか、ひどいいたずらをするやつもあったものだな。ええ、それはね。 この人の女将さんよ。悪い女将さんではないんだけれど、あの日は虫の居所が変だったのでしょう。いきなり、おてるさんの舌を引きむしってしまったの。お前、見てたのかい。ええ、恐ろしかったわ。人間って、あんな具合に出し抜けにむごいことをするものなのね。やきもちだろ。俺もこの人のうちのことはよく知っているけれど、どうもこの人は、 おかみさんをバカにしすぎていたよ。おかみさんをかわいがりすぎるのも見ちゃおられないものだが、あんなに不愛想なのもよろしくない。それをまた、おてるさんはいいことにして、嫌にこの旦那といちゃついていたからね。まあ、みんな悪い。ほっておけ。あら、あなたこそ焼きもちを焼いているんじゃないあなたは、おてるさんを好きだったのでしょ隠したってダメよ。 この大竹やぶで一番の美声家はおテルさんだって、いつかため息をついて言ってたじゃないの。焼きもちを焼くなんて、そんな下品なことをする俺ではない。がしかし少なくとも、お前よりはおテルの方が声が良くて、しかも美人だ。ひどいわ。喧嘩はおよしつまらない。それよりも、この人一体どうするのほっておいたら死にますよ、かわいそうに。 どんなにおてるさんに会いたいのか、毎日毎日この竹藪を探して歩いて、そうしてとうとうこんなありさまになってしまって気の毒じゃないの。この人はきっと実のある人だわ。何、馬鹿だよ。いい歳をしてスズメの子の後を追い回すなんて呆れた馬鹿だよ。そんなことを言わないで、ねえ、会わしてあげましょうよ。おてるさんだってこの人に会いたがっているらしいわ。 でも、もう舌を抜かれて口が聞けないのだからね。この人がおてるさんを探しているということを言って聞かせてあげても、やぶのあの奥で寝たまま、ポロポロ涙を流しているばかりなのよ。この人もかわいそうだけれども、おてるさんだってそりゃかわいそうよ。ね。あたしたちの力で何とかしてあげましょうよ。俺は、嫌だ。俺はどうも。 色恋の沙汰には同情を持てない立ちでね。色恋じゃないわ。あなたにはわからない。ねえ皆さん、何とかして合わせてあげたいものだわね。こんなことは理屈じゃないんですもの。そうともそうとも、俺が引き受けた。何わけはない。神様に頼むんだ。理屈抜きで何とかして他の者の,のために尽くしてやりたいと思った時には、神様に頼むのが一番いいのだ。 俺の親父がいつかそう言って教えてくれた。そんな時には神様はどんなことでも叶えてくださるそうだ。まあみんな、ちょっとここで待っていてくれ。俺はこれから鎮守の森の神様に頼んでくるから。おじいさんがふっと目の覚めたところは、竹の柱の小綺麗な座敷である。起き上がってあたりを見回していると、すっと襖が開いて、 身の丈二尺くらいのお人形さんが出てきて、あら、お目覚めああ、とおじいさんは応用に笑い、ここはどこだろうすずめのお宿、と、そのお人形さんみたいな可愛い女の子が、おじいさんの前にお行によく座り、まん丸い目をパチクリさせて答える。そう、と、 おじいさんは落ち着いてうなずき。お前は、それでは、あの下、舌切りすずめいいえ、おてるさんは奥の間で寝ています。私はおすず。おてるさんとは一番の仲良し。そうか。それでは、あの舌を抜かれた小すずめの名は、おてるというの。ええ、とても優しいいい方よ。 早く会っておあげなさい。かわいそうに口がきかなくなって、毎日、ぽろぽろ涙を流して泣いています。会いましょう。と、おじいさんは立ち上がり、どこに寝ているのですかご案内します。おすずさんは、はらりと長い袖を振って立ち、縁側に出る。おじいさんは、青だけの狭い縁を、 滑らぬように用心しながらそっと渡る。ここです。お入りください。お鈴さんに連れられて奥の一間に入る。明るい部屋だ。庭には小さい笹が一面に生え茂り、その笹の間を浅い清水が素早く流れている。おてるさんは小さい 赤い絹布団をかけて寝ていた。お鈴さんよりもさらに上品な美しいお人形さんで少し顔色が青かった。大きい目でおじいさんの顔をじっと見つめてそうしてポロポロと涙を流した。おじいさんはその枕元にあぐらをかいて座って何も言わず庭を走り流れる清水を見ている。 お鈴さんはそっと席を外した。何も言わなくてもよかった。おじいさんはかすかにため息をついた。憂鬱のため息ではなかった。おじいさんは生まれて初めて心の平安を経験したのだ。その喜びがかすかなため息となって現れたのである。 お鈴さんは静かにお酒とお魚を持ち運んできて、ごゆっくりと言って立ち去る。おじいさんはお酒を一つ手酌で飲んで、また庭の清水を眺める。おじいさんはいわゆるお酒飲みではない。一杯だけで当然と酔う。箸を持ってお膳のたけのこを一つだけつまんで食べる。 素敵に美味しい。しかしおじいさんは大食いではない。それだけで箸を置く。ふすまが開いて、おすずさんがお酒のお代わりと別な魚を持ってくる。おじいさんの前に座って、いかがとお酒をすすめる。いや、もうたくさん。しかし、これは、 良いお酒だ。お世辞を言ったのではない。思わず、それが口に出たのだ。お気に召しましたか笹のつゆです。良すぎる。え良すぎる。おじいさんとおすずさんの会話を寝ながら聞いていて、おてるさんは微笑んだ。あら。 おてるさんが笑っているわ。何か言いたいのでしょうけれど。おてるさんは首を振った。言えなくたっていいのさ。そうだね。とおじいさんは初めておてるさんの方を向いて話しかける。おてるさんは目をパチパチさせて嬉しそうに二三度頷く。さあ。 それでは失礼しよう。また来る。お鈴さんは、このあっさりしすぎる訪問客には呆れた様子で、まあ、もうお帰りになるの凍えて死にそうになるまで竹藪の中を探し歩いていらして、やっと今日会えたくせに、優しいお見舞いの言葉一つかけるではなし。優しい言葉だけはごめんだ。と、 おじいさんは苦笑して、もう立ち上がる。おてるさん、いいのをお返ししても。と、おすずさんは、慌てておてるさんに尋ねる。おてるさんは、笑ってうなずく。どっちも、どっちだわね。と、おすずさんも笑い出して。それじゃあ、またどうぞ、いらしてくださいね。来ます。 と、真面目に答え、座敷から出ようとして、ふと立ち止まり。ここは、どこだね。竹やぶの中です。はて、竹やぶの中に、こんな妙な家があったかしら。あるんです。と言ってお鈴さんは、おてるさんと顔を見合わせて微笑み。でも、普通の人には見えないんです。竹やぶの、あの入り口のところで、 今朝のように雪の上にうつぶしていらしたら、私たちはいつでもここへご案内いたしますわ。それはありがたい。と思わずお世辞でなく言い、青竹の縁側に出る。そうしてまた、お鈴さんに連れられて、元の小綺麗な茶の間に帰ると、そこには大小様々のつづらが並べられてある。 せっかくおいでくださっても、おもてなしもできなくて、恥ずかしゅう存じます。とおすずさんは、口調を改めていい。せめて、すずめの里のお土産のお印ししに、このつづらのうち、どれでもお気に召したものをお邪魔でございましょうが、お持ち帰りくださいまし。いらないよ、そんなもの。とおじいさんは、不機嫌そうに呟き、そのたくさんのつづらには目もくれず、 俺の履き物はどこにあります困りますわ。どれか一つ持って帰ってくださいよ。と、お鈴さんは泣き声になり。後で私は、おてるさんに怒られます。怒りやしない。あの子は決して怒りやしない。俺は知っている。ところで、履き物はどこにあります汚いわら靴を履いてきたはずだが。捨てちゃいました。 はだしでお帰りになるといいわ。それは、ひどい。それじゃあ、何か一つ、お土産を持ってお帰りになったよ。ご賞、お願い。と、小さい手を合わせる。おじいさんは苦笑して、座敷に並べられてあるつづらをちらと見て。みんな大きい、大きすぎる。俺は荷物を持って歩くのは嫌いです。 懐に入るくらいの小さいお土産はありませんかそんなご無理をおっしゃったって、そんなら帰る。裸足でも構わない。荷物はごめんだ。と言っておじいさんは、本当に裸足のままで、縁の外に飛び出そうとする気配を示した。ちょっと待って、ね、ちょっと。おてるさんに聞いてくるわ。はたはたと、おすずさんは奥の間に飛んでいき、 そうしてまもなく稲の方を口にくわえて帰ってきた。はい、これはおてるさんのかんざし。おてるさんを忘れないでね。またいらっしゃい。ふと、我に帰る。おじいさんは竹やぶの入り口にうつぶして寝ていた。なんだ、夢か。 しかし右手には稲の穂が握られてある。真冬の稲の穂は珍しい。そうしてバラの花のようなとても良い香りがする。おじいさんはそれを大事そうにうちへ持って帰って自分の気上の筆立てに刺す。おや、それは何ですおばあさんはうちで針仕事をしていたが、 目ざとくそれを見つけてといただす。稲の穂。と、例の口ごもったような調子で言う。稲の穂今時珍しいじゃありませんか。どこから拾ってきたのです拾ってきたのじゃない。と低く言って、おじいさんは書物を開いて目読を始める。 おかしいじゃありませんか。このごろ毎日竹やぶの中をうろついてぼんやり帰ってきて、今日はまたなんだか嫌に嬉しそうな顔をしてそんなものを持ち帰り、もったいぶって筆立てに刺したりなんかして。あなたは何か私に隠していますね。拾ったのでなければどうしたのですちゃんと教えてくださったっていいじゃありませんか。すずめの里からもらってきた。 おじいさんは、うるさそうに、プツンと言う。けれどもそんなことで、現実主義のおばあさんを満足させることは、とてもできない。おばあさんは、なおもしつこく、次から次へと質問する。嘘を言うことのできないおじいさんは、仕方なく、自分の不思議な経験を、ありのままに答える。まあ、そんなこと、 本気であなたは言っているのですかとおばあさんは最後に呆れて笑い出した。おじいさんはもう答えない。大勢ついてぼんやり書物に目を注いでいる。そんなでたらめをこの私が信じると思っておいでなのですか嘘に決まっていますさ。私は知っていますよ。こないだから、そう、こないだ、ほら。 あの若い娘のお客さんが来た頃から、あなたはまるで違う人になってしまいました。妙にそわそわして、そうしてため息ばかりついて、まるでそれこそ恋のやっこみたいです。みっともない、いい歳をしてさ、隠したってダメですよ。私にはわかっているのですから。一体その娘は、どこに住んでいるのですまさか、やぶの中ではないでしょう私は騙されませんよ。やぶの中に 小さいお家があって、そこにお人形みたいな可愛い娘さんがいて、う <laughs> っそんな子供騙しのようなことを言ってごまかそうたってダメですよ。もしそれが本当ならば、今度いらした時に、そのお土産のつづらとかいうものでも、一つ持ってきて見せてくださいな。できないでしょどうせ作り事なんだから。その不思議な宿の大きいつづらでも背負ってきてくださったら、それを証拠に 私だって本当にしないものでもないが、そんな稲の穂などを持ってきて、そのお人形さんのかんざしだなんて、よくもまあそのような馬鹿らしいでたらめが言えたもんだ。男らしく、あっさり白状なさいよ。私だって、わけのわからぬ女ではないつもりです。何の、おめかけさんの一人や二人。俺は、荷物は嫌だ。おやそうですか。 それでは、私が代わりに参りましょうか。どうですか竹藪の入り口で、うつぶしていればいいのでしょう私が参りましょう。それでもいいのですかあなたは困りませんか行くがいい。まあ、ずうずうしい。嘘に決まっているのに行くがいいなんて。それでは、本当に私は、やってみますよ。いいのですかと言って、 おばあさんは、いじわるそうに微笑む。どうやら、つづらが欲しいようだね。ええ、そうですともそうですとも。私はどうせ欲張りですからね。そのお土産が欲しいのですよ。それでは、これからちょっと出かけて、お土産のつづらの中でも一番重い、大きいやつをもらってきましょう。バっほっほ、らしいが行ってきましょう。私は、あなたのその、 取り澄ましたみたいな顔つきが憎らしくてしようがないんです。今にその偽聖者の面の皮をひんむいてご覧に入れます。雪の上にうつぶしていれば雀のお宿に行けるなんて、あっはっは、バカなことだが。でも、どれそれでは一つお言葉に従って、ちょっと行って参りましょうか。後であれは嘘だなどと言っても、聞きませんよ。 おばあさんは乗りかかった船、お針の道具を片付けて庭へ降り、積雪を踏み分けて竹やぶの中へ入る。それからどのようなことになったか、筆者も知らない。黄昏時、重い大きいつづらを背負い、雪の上にうつぶしたまま、おばあさんは冷たくなっていた。 つづらが重くて起き上がれず、そのまま投資したものと見える。そうして、つづらの中には、三千たる金貨がいっぱい詰まっていたという。この金貨のおかげかどうか、おじいさんは、後間もなく仕官して、やがて一国の最小の地位にまで登ったという。世人は、 これをスズメ大臣と呼んで、この出世も彼の往年のスズメに対する愛情の結実であるという具合に取り沙汰したが、しかしおじいさんはそのようなお世辞を聞くたびごとにかすかに苦笑して、いや、女房のおかげです。あれには苦労をかけました。と言ったそうだ。